皆様聞いてくださっていつもサンキュー。天才横山でございます。おはようございます、中根ゆきです。今日3月9日、はい、サンキューの日ということで、ね、なるほど、どうしたと思って、知らなかったんですかこういう仕事をしているのに全く頭にありませんでした。あ、そうですか、まあ、サクサクとね、はいはい、番組も進んでいくのかなと思ったんですけどもね、はい、いやもう季節季節の話題を今すぐに取り上げるっていうのが、うん、この番組の良さいや、なかなか季節の話題が出てこないっていうのがこの番組の良さでもあるような、いやリスナーもそれはほらすごい敏感な方が多いから、はいはい、ラジオネーム双子のパパからね、はい、今日は3月9日感謝の日らしいですよ、うん、感謝するのは妻と双子の娘でしょうか、はい、知り合った時はまだ4歳だった娘がもう15歳、うん、大病することもなく無事に成長してくれました。思春期そして反抗期真っ只中ですが、うん、無事に成長してくれたことをありがとうと伝えたいと思います。妻39歳、はい、長女中学校3年生、もちろん双子だから次女も中学校3年生お、だから奥さんがの連れ子なんだね、うん、この言い方はね、そうか、そういうことか、知り合った時はまだ4歳だった娘がってことですからね、そうです、そういうことか、なるほど、へえ、もうでも中学生15歳ってことは11年、うん、一緒にいるってことだもんね、そうですね、へえ、いろんなことがあったでしょうけれどもね、この11年もね、あるよね、うん、でもすくすくと、だって双子のパパは今32歳だからね、うん、お、意外と若いね、双子のパパ32歳で妻39歳、本当だ、でも娘15だぜ、へえ、だからちょうど真ん中ぐらいにいいんじゃないの、いやいやいや、そんなことはないけど、奥さん旦那で子供子供みたいな状況、真ん中ぐらい、だから女に挟まれてから御前様理論で言うと女になるってことくるんとめオセロみたいなねアタック25方式だからさブン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 って女だらけになっちゃう、そうだね、いやでもね15歳の娘さんがお二人もいるとお父さん大変なんじゃないですか、いや大変だよ、ね、だってほら中根もそう、はい、だし川村もそう、うん、だけど反抗期が激しかったじゃないで、それ考えるとさ、はい、そりゃもうその腫れ物に触るかのようにうん、接しないといけないし、またそうされることがその娘側からすると腹が立つわけでしょ、そうですね、もう余計なことしないでほしい、うん、って思う、その余計なことが分かんないのよあるじゃん、こう新入社員で会社入りましたとか、はい、あとは中学生から高校生になりました、高校生から大学生になりましたとかさ、はい、いろんな新しい環境になった時にそこに入るじゃん、はい、たら何が分からないかが分からないっていうさああいう状況になるじゃないそうですね、うん、よかれと思ってやったことって大体悪いですえ、そうなの、じゃあ悪意を持って接した方がいい意外とツンツンしてる方が、こっちから歩み寄りやすいかもしれない、はあ、なんか多分その一定の距離ってあるんですよ、はいはい、これぐらいの距離を反抗期の時、うんうん、これぐらいの距離を保ちたいって思ってる中で、この距離が多分親御さんからするとちょっと遠く感じてしまうんですよね、うんうん、だから親御さんの方からこう詰めてくるんですよ、あ、行くね、でも娘はその自分が保ちたい距離が狭まってきてしまったから、うんはいはいはい、自分は遠ざかるんですよ、うんうん、だから詰めてこられたらその分下がる、あ、分かった、だから吉富と会話してる感じでしょで、うちで言うとちょっと待ってくださいそれ、え、うちの吉富と会話してる時の感じでしょあいつ意外とパーソナリスペースにグッと入ってくるからちょっと近いなと思って、ちょっと下がるとグッと来て、ちょっと下がるとグッと来て、ちょっと下がるとグッとやばい、これ壁ドンされるっていうぐらいの感じになるじゃん吉富さんは、まあ、うちの先輩ですけれどもあのすごく丁寧にいろんなことを説明してくださる、本当にいい先輩なんです、だって俺らの大工広島、はい、の担当だったの、はい、で吉富が担当から変わった瞬間に全部のルールがみんな分かんなくなるっていうぐらい、はい、ものすごく細かにいろんなことをやってくださるけど、
でもちょっと喋る時の距離が近いから、ちょっと下がるとグッとくる、ちょっと下がるとグッとくる、ちょっと下がるとグッとくる、もうすぐ壁ドンみたいな状況が吉富じゃん。だからそういう思春期の子からするとそうなるんだ。そういうことなんです。分かった、やっと分かった。そうだからお父さんが例えば、うん、その仲良くしたいなと思って詰め寄ったら娘は下がるけど、うん、お父さんがちょっと遠ざかると娘はあれ、うん、と思うから、はあ、ちょこっと近づこうかなって思う、はいはいはい、っていう関係だと思います。でも例えばさ、その中根がおはようって言うじゃん。はい。だそれおはようっていうのと、うん、おはようっていうのと虫っていうのこの3つがあるならどれがいいの？1番目当たり前じゃないですか。いやなんか分かる、詰め方が分かんないからさ、なんかそういう時はもうおはようも言ってほしくないとかって、はあ、何私見とんやその毛皮らしい黒目でみたいな。いやだって挨拶したの自分じゃまだおはようって言ってくれるだけいいですよ、はあ、ね、おはぐらいおはいや一文字消したところで変わらないからお父さんの中にもいろんな葛藤があるんだねみたいに思わせる、うん、あそうですね、そうかもしれない。でもそれで気を使ってくれてるんだなって思うだけで嬉しいかもしれない。何気使っとんやバカって思わまあね。いやユキ今日は3月9日サンキューの日だな、いつもありがとう、そして生まれてきてサンキューみたいな声だとあもう嫌われるくそ難しいな女心まあね反抗期の時はねでも日常はやっぱそういう家庭、明るい家庭ってやっぱ理想的だと思うので、お父さんが明るいと本当にもうなんか家庭中みんながなんか、はい、もうお父さんバカだなって思えるとか、ね、いいなと思います。でも大体俺は逆にさ、うん、お母さんが笑ってる家が明るい気がする、うんうん、ああそうですね、うんうん、まあ両親どっちもですよね。そうだね、うん両方ともねずっと笑ったらバカなんじゃねえって心配事ないんバカなんじゃねえって思うかもしんないからね。いやいいんですよ。いやこれもね、はいはい、本当かなと思いながらも、ほうほう、おかげさまさまさんから、はいよ、しょうもない話で申し訳ないんですが、お早朝に母から LINE が来ました、うん、夜中に UFO を見た、はあとのことです、うんうんうん、東の低い空に突然丸くて黄色い光が現れて、しばらくするとパッと消えたのだそうです、はい、なぜ母が夜中に外を眺めていたのかは不明ですが、うん、何かのネタにしていただければ幸いです。あでも呼ばれるわけだからねあえ UFO には未知との遭遇っていうさ、はい、スティーブン・スピルバーグが作った映画があるのよ、はいはい、それはそのある日さ、うん、その地域に、はい、停電が起こったりとか、あと車のエンジンがかかんないとか、はい、いろんなことが起こり始めるの、うん、で人間たちがみんな粘土でこう山みたいなのを作り始める、その地域の人たちが粘土 でなんで俺はこれ粘土みたいなのを作りたいんだろうっていうのが本人は分かんないの、うん、だある日バーって光の塊がやってきて、はい、UFO がバーって襲来するの、はい、でその UFO が出たとこがそのみんなが作っている山の正体なのね。だから UFO が飛んでくる前に、うん、もうみんなが洗脳され始めてんの、その UFO が出してくる時期に。あそこに着陸するためのなんか基地を作ってたみたいなことですか。いやなんかみんなそういう潜在的に、うん、何これよく言うじゃん、はいはい、ナスカの地上絵とかさ、うんうんうん、ああいうのってあの地球人には全然作れないって言うじゃない、はい、で UFO がいろんなものを作ったんじゃないかとか、 あと壁画とかにも UFO みたいなのがあったりとか、はい、古代から実は俺たちよりも先に UFO がこの世にいたんじゃないかみたいなこともあるから、うん、その UFO が人間よりもだいぶ上だから、うん、来る前にもう潜在的に DNA とかで入ってますみたいなのを、それを呼び覚ましてますみたいな描写なのよ。なんで私はこの土をどんどん積んでこんなことをしたがるんだろうって分かんないの、自分の意思に反して勝手に動いてる、勝手に動いてるっていうことなんで、家族もお父さんが変になったとかって言って、うん、で出て行ったりするの、うん、だけど全然違うところに同じように一生懸命それを作ってる人がいて、あんたも作ってんのかっつって、いや実は私もなんだ、実は私もなんだっつって、そこの人たちのところにブワーって UFO が出てくる。じゃあこのおかげさまさまさん呼ばれたんです
お母様は、はい、どっかで山作ってるかもしれない。絶対プリン山みたいなの作ってるはずですよこれ UFO の写真だそうです。あ、携帯で写るってことはすごいよ ええ、よくできたトリック写真だねあの東の空に突然丸くて黄色い光、いやでかいよこれかなり大きいです。むちゃでかいよね、はい、結構目視でも確認できるぐらいの。じゃあもう一回連れ去られた後なんじゃないの突然面白くなったりしてない、お母さんがお母さんがねちょっと洗脳されちゃってるかもしれないそうですよ、不思議なことが起きるのかもしれないですよでもさ、よくさ、うん、あのコロラド州とかさ、はい、ね、ああいうところでこう UFO に連れ去られたんだよとか、うん、宇宙人はねとかつって吹き替えで喋られてる外国の人がいるじゃん、はい、ああいう人っていや宇宙人もなんでこいつ選んだってぐらいバカみたいな人だったするもっとちゃんとした人選んだ方がいいよ宇宙人もって思うぐらいちょっとバカそうなあのショッカーが選ぶ幼稚園児みたいなよし地球を征服するぞって言いながら幼稚園のバスを襲ってよ、幼稚園生にこう地下を掘らせたりするから、いや大人を捕まえた、そうですよ、断然労働力がある一番弱い子たちを味方につけてショッカーだぜそんなにバカだったっていうのと同じようにUFO に連れ去られてっていう人は大体あんまり戦力になりそうもないんだけどみたいな人を連れ去るよ ね宇宙人は仲間にすぐなってくれるって思ったんでしょうかねスター誕生のスカウトが間違ったみたいなえこいつにボードこんなあかんのみたいな意外性があったりするもんね、かもしれないですねお母様どうだったんでしょう。あとはね、はい、公立高校の問題がさっぱりですよという、はい、水亀うさぎから、うん、日中は随分と暖かくなりましたが、うん、朝晩はまだまだ冷え込みが激しいですね、うん、今朝の中国新聞に公立高校2日目の受験の問題が掲載されていましたね、うん、少し眺めてみたのですがもう難しすぎて何が何やらさっぱり分かりませんでした。今回お知り合いのお子さんが受験ということで、うん、人ごとながらいい知らせが聞けたらいいなと願うばかりです。そうですね、もう昔の問題なんて全然解けないですもんね。え、嘘でしょ。え、昨日淵上と話してたの、はい、俺と淵上は本当にバカだけど、うん、中根と川村は本当に偏差値が高いところに行ってるよって。だから俺たちと違うんだろうねって話をしてたから解けるでしょ本当は。解けないと思いますそんなに変わらないですよ多分私たち。だってすごい受験勉強したわけでしょ当時はね。あ、もう20年前の話。え、でも20年前に乗れた自転車は今も乗れるじゃないですかいや自転車とわけが違う。車だって20年前に教習所行って、はい、一応最初は怖いけど乗れるじゃないですか、うんうん、と同じように受験もやったものは解けるはずじゃないですか。俺たちはやってないから、だからそもそもがもう今回の問題も初対面みたいな感じになるの。まあね、横並びで解いたら確かに私たちの方が点数がいいかもしれないけど、はいはいはい、でもじゃあ全部解けるかというと多分解けないと思います、うん、いや今でも相当上から来ましたよね。横並びだったら私たちの方が上ですけど、もう認めましたよね俺の学力とか全然知らないくせに。英語とかならね絶対勝てるけど、数学とかも勝てるような気がするけど、俺が大人になってからどんだけ学びを得たかとかいうのを無視してまあ一緒に解いたら私の方が上ですけどっていうのは、はい、なんか学力、うん、知恵はお前にあるかもしれないけど学力は上だからさっていうのを。上です学歴は負けても学力は負けたくないじゃんでもね、国語は勝て国語だけはもうダメ。そうかな、はい、もうそれはもう勝ち目あるかな、譲ります。俺でもな、社会とかもバカだしなもう覚えられないんだよ。でも面白いですよね本当にみんなで横並びでテストして相当ショック受けるよね。いやでも本当に解けないと思いますしかもなんだっけが一番悔しいんですよね、うんうん、あの頃できたのにが一番悔しいと思います俺でもそれを聞くと逆に、うん、あの時できなかったのに今できてるよなって。いやもう快感だと思いますよ義務教育って何だったんだろうって絶対横山さん今点数いいと思いますそうかな、はい、でもな、受験科目次第かな気持ち乗ったじゃねえかそうそうそう、
いいな、楽しそう。あとね、福山の城、はい、こちらも受験ですけど、昨日下の娘の大学の合格発表がありました。はい、第一志望の大学学部に無事合格でした。うん、一安心ですが、大人の感覚で言うとまたスタート地点に立ち、夢である助産師になるという目標に向かって努力の日々が続くんですね。私は高校大学と遊んでばかりだったので、今の子供たちの勉強量には本当に頭が下がります。私に似ていなくてよかったよかったと思います。まあそうですね、新たなまたスタートラインに立って、うんうん、新しいスタートっていいですね。そうね、うん、まあでも一回はね、うん、よしよしってこう自分の気を休めてあげないと、うん、ずっと張ったままだったらね、特に今のほらこの時期とかさ、はい、ほら今年もさ御前様様のバイトさんがどんどん、そうですね、卒業、また卒業していって、うん、で新しい子が入ってきますよとかって。だってこの間さ、はい、バイトちゃんがさ、うん、ミッチェルが来てさ、えで、来年から、来年度から、うん、彼女がって言って紹介してくれてさ、はい、今までいたバイトさんだぜ、うんうん、だミッチェルが今までいたバイトさんを引き連れてやってきてさ、おあなた自分で言いなさいよとかって言ったら、はい、その子が、あ、4月から私がバイトリーダーですって言って、紹介があって、おお、お前バイトリーダーになるのか、そうです、私が4月からバイトリーダーですって言ってリーダーっつってみんなでそうですリーダーですって言ってもずっといやー嬉しい、頑張れ、引き継ぎみたいなのがあってさ、はい、うんうん、みんな辞めていくじゃない、はい、たらさ、うん、本来だったら今頃卒業旅行に行ってたりとか、うん、そうですよ、友達となんかこう飲み食いしてさ、うん、でその惜別の別れがあったりとかさ、その広島から離れていったりとかもするわけだから、はい、いろんなことができたはずなのに全然できてないじゃない。でそれ考えると、もう一回合格したから、はいはい、遊びなさい遊びなさいとかつって、うんうん、なんかそんな時間があったらいいよね。そうですね、うんうん、まあ、国内だけ今ね少しずつまん延防止措置も解除になったり、はい、うん、少し動きやすくはなっていると思うので、ね、ご家族と過ごしたりね、はい、お友達と過ごしたりできるといいですね、うん、いいね、うん、いやだって今年受験の子たちは本当に身も心もしんどかっただろうからね、うん、ここ数年ずっとそうですよね、はい、本当に、いやいや気の毒気の毒だって、もう3年目だよね、あっという間に。だからあん時だってコロナって2020年の2月に始まってるから、うん、はい、でそれ考えるともう3回目でしょ、うん、あん時あの2月から3月4月に高校生とか大学生になってる子ってもう最終学年になるからね、ね、いやそう、だからマスクを、うん、顔をあまり知らないまま、ね、クラスメイトともう会わなくなるみたいな、うんうん、あと死後を慎んでくださいとずっと言われた高校3年生の3年目を迎えようとするからね、ねえ、うん、寂しいと思って、ねえ、だって高校生の時ってさ、喋ることだけが楽しみだったりしたじゃん、休み時間喋ってしかなかった、で相手の肩の後ろを叩くってこと、もうとかって言いながら違うよ、もうとかって言って、それが楽しかった言うかったら肩の後ろが痛いけど戦いすぎたんかって、いや、あざできるほど叩くってどんだけですかいやそうなんですよね、おしゃべりすることがもう何よりも学校に行く目的みたいなところがあったので、うん、ねえ、まあね、うん、まあ、それもありつつの、だからなんか同窓会とかでみんなで集まった時に、うん、マスクを取った状態で集まって喋ったら盛り上がるだろうなって。そうだね、うん、だから同窓会が何十年後とかの後に会った時、はい、お前そんな顔だったのかってもうマスクマンの同窓会みたいな、確かになんか、あ、どうも本当はこういう顔でした、ビルマスカラスですとかそうですかみたいな、あんな感じも全員がマスクマンみたいな、いや本当に普段だったら年、うん、を重ねて、うん、あ変わったねっていうものが、うんうんうん、そもそもが分からない、そんな顔って、だから同窓会もマスクしていかないと顔が分からないみんなでカミングアウトみたいなせーのほいみたいな不思議なね、さあさあ、いい思い出作ってほしいですね、本当ね、うん、我々も今日の放送が皆さんにとって思い出になるように頑張ってお送りしようと思う。御前様様、今日はサンキューの日、はい、3月の9日水曜日、
今日のメニューです。はい、10時20分頃からは頼もうざっくり道場、気になる言葉の意味や解釈を大まかにまとめてみようというお便りコーナー。今週のお題はフリー自由となっています。はい、昨日も爆笑問題カーボーイ TBS ラジオ、はい、聞かせていただきましたけど、うん、ね、相変わらずバカ話に終始という一番穏やかでね、大の大人たちが、平和な会でもね、はい、太田光くんがこのざっくり道場、はい、うん、もうここ数年 2,3 年ですか、はい、にわたり参加してくれそうです、うん、今週もね、フリーの題目がということで、はい、この店は、Wi-Fi は入るんですかね、はいはい、いやいや、この店 Wi-Fi は入りますか、はいはい、いや Wi-Fi は、はいはい、ワイワイはいはい、ワイ、ちょ、バカにしてんだろうっていう、もう何のコーナーか分からない、テーマがなかったですテーマも見えなかったんですけど、何だったんでしょうかはいはいワイワイはいはいただそれだけの会話、はいはい、という、大田くんは多分ざっくりどうしようという意味最後まで分からなかったお題がフリーになったことによって本当に自由に放たれてしまったという、今週、ま、今月でざっくりが終わりますということで、はい、お題はフリーでお送りしています。はい、そして9時台と11時台にお送りしている御前様会議、今週は思い出の先生をテーマにお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。御前様様水曜日では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に、パーソナリティ6人の顔写真をモチーフにした、午前様様手ぬぐい第3弾をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと、住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では、今週の午前様会議のテーマ、思い出の先生にちなんで、今日は中根ゆき、問題です。中学生の頃の女子バスケットボール部の顧問の先生の話なんですけれども、はいはいはい、山村先生という先生でして、この先生がまあよくいる生徒指導のちょっとこわもてな厳しい人だ。体育の先生ではなくて技術の先生だったんですよ、うん、技術の先生も意外と気性激しい人多いよね。いやそうなんですよ、うんうん、なんか廊下でよく、はい、すいません、なんかなめんなっていうのが、な、うん、めとんのかか、なめとんのかっていうのが口癖の先生。へえ。怒ってた。下ネタ？違います。優しい先生なんじゃないの？それなめとんのか。いや生徒にね、なめてんじゃないぞっていう感じの先生でした。なめている。違います。そんな先生が怖い先生です。とても、はい、で私その顧問の時はまだ赴任されたばかりだったんですね。赴任あそうか、赴任されたばかりの先生で、はい、まあ、怖い先生だったので、もともと前の学校では結構強豪校の男子バスケットボール部の顧問の先生だったから、うん、まあ、ある程度、まあ、実績ももちろん終わりだったんですけれども、うん、女子バスケットボール部を持たれるのは初めてだったようで、なので女の子に対してどこまで指導を、うん、難しいよね。そのスタイルがあるじゃないですか、うん、先生の結構グワーっていう先生だったので、うん、そこまでやっちゃうと女の子は泣いちゃうとか、うん、なんか傷つけてしまってやめられても困るしとか、ね、だからさっきのお父さんと娘と一緒よね。あ、そうですね。どのぐらい詰めればいいのか、でどのぐらい距離を置けばいいのかってことよね、うん、すごい悩んでいらしたみたいなんですね、うんうん、そんな怖い印象の先生が一度だけ私たちにバケツいっぱいのクッキーを差し入れてくださったことがあったんです、うんうんうん、それがすごく記憶に残っているんですが、そのクッキー、私たち中学生ながらにキュンとする出来事がありました。ほう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 、怖い先生なのに、うんうん、さてそれキュンとしたポイントは何だったでしょうか。明らかにクッキーなのに先生はずっとそれをビスケットと言ってた。みんなにビスケットを持ってきたから、いや先生クッキーありがとうございます、いやいいんだよ、なんかねもうちょっと
みんなビスケットが食べたいから、いや待って、クッキーなのかビスケットなのかみたいな。いやもう逆らえないから、あ、じゃあビスケットいただきますって言いそう。あ、これビスケット、あ、ビスケットですよね。そうなんです。そういう先生、ビスケットではなかった。ビスケットじゃない。ビスケットに一人ずつの名前が書いてある。わー嬉しい。で、すごい大きい。うんうん。もうそうだな、車のハンドルぐらい。車のハンドルぐらいの大きさのクッキーで、で真ん中に穴が開いてて、直径30センチぐらいです。で巨大な五円玉みたいなクッキーで、ほうほうほう、でその中にこうリボンが通してあって、一、うん、人ずつにこう金メダルみたいなかけられるようになっている。表彰されていたみんなが、はい、はい、みんなビスケットで、いやクッキーって思いながら、はいどうぞって、はいどうぞっつって、はい、してくれた。いや愛情表現下手くそかって。そういうことじゃない。すごい大きい四角いのを焼いてきてくれて、おうおうおう、そこにみんなに対するメッセージが書いてある。中根お前はドリブルが弱い。ドリブルで突き指をするようなバスケットボール選手は笑われるぞとかって、その頃先生よりみたいなのが入って、このビスケットにメッセージが書いてあった。それ食べるんですよね。食べるの。それで自分の中にこう取り込まれていく。そういうことです。なるほどね、うん、いいかもしれません。そんな先生ではない、ビスケット、うん、そのクッキーが、はい、すっごいもうバケツいっぱいみたいに入ってるけど、うん、こうやって手でこうやってクシャクシャクシャっていいやってやったら当たりがついてる。おーいい、楽しい、うん、キュンと、とキュンとするんですよ。キュンと、わかった。はい、これみんなに、みんな食べなって言って、うんうんうん、なんかあれ先生いつもと様子が違います、おーおーおー気づいたかっつって、そのビスケット先生が耳にピアスみたいにこうプラン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 ってアクセサリーになってる。いや中学生ですからね、あ高速厳しいから。あれ先生ベルトのバックルが、ああこれは一応クッキークッキーで作ったんだけど気づいたかっつって、もうみんなキュンキュン。クッキーおじさん、もうお菓子の家に住んでる人みたいな。急にメルヘン、何時かなって先生それクッキーで、おーおー気づいたかってもう全部クッキーなんかもうバスケの説得力がなくなってしまうんですけど。左腕だと思うなよ、ほら右腕持って両方クッキーの時計してたやつ。もうクッキーおじさん。キュンキュンくるでしょ。いやキュンとしますそれは、はい、うん、クッキーまみれの人。 T シャツにもクって書いてあって、俺のこと今日からクッキーって呼んでくれって。まるでガッキーみたいな言い方。いやもうクッキーモンスターですよ。さあ中根ゆうきのバスケット部の先生の話です、はい、はい。すごく怖い先生だったんですけれども、うん、一度だけバケツいっぱいのクッキーを差し入れてくれたことがありました、はい、そのある出来事にキュンとしていたんですけれども、どんなことにキュンとしたんでしょうか、うん、皆さんからの予想待ちしております。すべてのコーナーへの宛先はこちら、ファックスは 082-221-3300、 082-221-3300、イメールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク rcc.net、 gozen@rcc.net。 車運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭です。当選者の発表は番組のエンディングで行います。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから、今日のあなたの運勢は、ゆうきーラッキーじゃんけんタイム。さあ広島中のみんな、いじったプライドをかけたじゃんけんの時間がやってきたよ。さあ今日は何が出るかな、ラジオの前のあなたもやってくれないと春一番でスカートがめくれ上がっちゃうぞ。それは BG4 の春一番の方かな。どうかな。それじゃあいくよ、じゃんけん、チョーキ。おー、あいこです。
です勝敗つかずどうだったかな。じゃんけんに勝ったそこのあなた、ついてるね。もしかしたら3月9日ということで、いろんな人からありがとうを言ってもらえるかもしれないよ。ほう。じゃんけんに負けた、もしくは愛子だったそこのあなた、残念。もしかしたらあのアリスの堀内中根にありがとうを言ってもらえるかもしれないよ。堀内なのかな、それとも中根なのか。さあ、仮装の準備が始まりましたよと。せっきゅう、ひげつけた堀内中根です。横山さん、いつもせっきゅう。リスナーの皆さん、いつもお聞きいただきましてせっきゅう。かっこいいな。君の瞳は1万ボルト、地上に降りた最後の説教。いや、そこ天使だな。俺の筋肉説教。それ、ウイちゃんが帯状疱疹の時です。堀内中根でした。説教。なんか説教臭そうな人になってるね。なんだろう、ポルトガルから来たみたいな感じになってる。確かにね、日本人じゃ絶対カステラを持ってる人な気がする。説教。なんか握りすぎることをバッテラって言いそうな感じ。ヒゲが似合いすぎ。結構使えるかもしれません、何でも。ということで、今日も一日、good luck! 肩こりは千年球。球。さてさて、はい、広島市の元町道具ですよ。大丈夫ですか。上空ですけども、はい、青空広がって、うん、雲一つない。本当ですね。ですね、うん。ちょっとでも山が霞んでるかなという。そうですね。何かが飛んでいるのかなという感じですね。ね、PM2.5 なのか花粉なのか。黄砂もありうる。あ、黄砂もあるね。そうだね。はい、さあ聞いてみましょう。岸さん。はい、おはようございます。おはようございます。まあいい天気ですけど、いろんなものが飛んでるみたいですね。そうですね、今日も花粉は飛びやすくなっていますね。黄砂、はい、とかは入ってきてないです。ほうほう、はい、今日は太陽にサンキューって言いたくなるような穏やかな晴れの天気が続きます。はい、晴天をもたらしている高気圧がゆっくりこれじわっと進んでいるので、うん、今日も晴れの天気が続くんですよ。はい、午後は少し晴れ、雲も出ますけれども、うん、日差しは十分です。洗濯物なども乾きやすいです。ただスギ花粉が今日もですね、南部も北部も多く飛びそうですから、はい、取り入れる時とかはしっかり払って家の中に花粉を入れないようにしてください。うん、それと朝やっぱり冷えたんですけども、昼間は暖かくなりまして、はい、昨日と同じかもうちょっと高いぐらい、最高気温14度とか15度くらいまで上がってくるところがありそうです。うん、過ごしやすいと思いますよ。朝晩と日中の気温差はちょっと大きいですから、はい、服装でうまく調節するようにしてください。はい、それと今週土曜日頃まではこの連日の晴れの天気が続きそうです。日差しも十分あります。うん、やっぱりこう朝は冷えますけどもね、昼間の気温が日に日に上がってきます。うん、季節の進みが加速していって、特に今週末土日あたりは20度ぐらいまで上がってくるんですよ。一気にですね。すごい早いですよね。4月の中旬とか後半ぐらいの気温なので、もう1ヶ月先くらいの気温なので、こう春物の洋服とかもしっかり出しておくようにしておいてください。うん、それと週末こう気温が上がってくるとともに花粉が最盛期に入ってくると思いますから、はい、花粉症の方十分気をつけて過ごしてください。うん、これ今何か目立った警報や注意報は。はい、南部に乾燥注意報が出ています。この先も晴れの天気続きますからね、火の元、火の取り扱いには今日もくれぐれも気をつけてください。岸さんはなんかアレルギーあったりするんですか。
花粉症がすごくて、今もですね、今日もくしゃみが結構止まらなくて、今意図的に花粉症ですってすぐ一回鼻をすすりましたよね、一回ね、演技しましたよね、明らかに。いや、あの鼻マスクって言って鼻にこう入れるなんかマスクを今してるんですよ。ちょっと鼻に入れるマスクってあるの？最近であるんですよ、はい、そうなんですよ。なんか網目みたいになってるものを2個こう鼻の中にピュッて入れる。へえ、それで今喋ってんの？みたいですよ。そうなんです。え、くしゃみとか出ない？クシッとかならないの？そう、くしゃみしたら出ちゃうなと思って今鼻を押さえたとこで音がしたんですね、ちょっとね、こうやって。へー、うん、いろんな対策グッズあるんですよ今。すごい。ってことは岸さんは普段笑ってるけど鼻に物を詰めてるってことよね。そんなこと、そうですね、そういうことになります。へー。ちょっとこう頑張ってこれで耐えていこうかなと思ってます。大変だね。大変ですよ、うん、お薬も飲んだりね。そうなんですよ、うんうん、あんまり爆笑させられたらポンと出そうなんでね、気をつけます。じゃあちょっと今度後頭部すれ違い様にポンってたらトンって。ひどいひどい。そんな、じゃあ飛び出さないように気をつけてくださいね。気をつけて過ごします。ありがとうございます。ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は広島市立くすな小学校の皆さんが登場。今日は6年生松浦舞さんの作文です。タイトルは夢へジャンプ。夢へジャンプ。くすな小学校6年松浦舞。私の将来の夢は小説家になることです。小説家になりたいと思い始めたのは4年生の時です。ちょうど休憩時間に小説の若女は小学生を読んでいました。読みながら私も面白い話を作ってみたいと思いました。そして自由帳に物語を作ってみました。こうしたら面白いかな、いや、その時に喋らせて、など考えていくと自分が主人公になった気分になり、だんだん楽しくなっていきました。大人になっても書き続けたい、これが私の夢なんだと思い始めました。そして6年生になり、寮宅で働くってどういうこと？という勉強で人々が快適に過ごせるためという言葉にハッとしました。本はみんなを楽しませるためにあるんだと分かりました。私もみんなを楽しませることのできる小説を書きたいと思いました。私は小説家になるために作文を書くときには分かりやすい文章を書くように頑張りたいです。そして将来みんなが面白いと喜んでくれるような本を作りたいと思いました。いや、舞ちゃんしっかりしてますね。すごく目標がしっかりあるし、はい、なぜ自分はそうなりたいと思ったのかっていうところまで、うん、しっかり自分で答えを出せてるあたりが、うんね、素晴らしいと思いました。だって働くというのはどういうことかね、という授業があった時に、そうか、人が快適に過ごせるため、そうかってことは本はみんなを楽しませるためみたいな、もう、そう、理論付けてあったりとかね、こう関連付けて考えるから、うん、まさに小説のような発想とか考えの持ち方を普段からしてるってことだよね。頭の中で組み立てられてるっていうことですよね、うんうん、まあ、舞ちゃんに自慢したいのは、うん、横山のおじさんはこの秋2冊目の小説を出すんだよっていうことと、先生です、本をもう10冊出して今度が11冊目になるんだよっていう。でも、はい、1年ずーっと普通に原稿用紙、例えば半分でも1枚でも 何行でもいいから書いて、1年経ったら本になるから。そうですね、本当びっくりするよね。この自由帳に今書いてるっていうのがまたいいなと思って、うんうん、その自由帳がもしかしたらいつか本になるかもしれないですもん ね。だから気がついたらネタ帳がいっぱいできてて、うん、さあっつってヒット作家になるかもしれないからね、うん、はい、その時はね、ちょっと今回のアドバイス料っていうことでちょっと印税いくらかもらわない。やめてください。なぜここでお金の話になるんですか。今週は、ね、広島市立くすな小学校の皆さん、今日は6年生松浦舞さん、夢へジャンプお送りしました。明日は5年生村井美優さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。
御前様会議。このコーナーは住まいと暮らしのホームセンター UFO の提供でお送りします。さあ今週は思い出の先生でお送りしていますが、はいはい、くるくるパーコさんです。お、思い出の先生。中学の音楽の先生はダンディーでとても生徒に人気がありました、うん、それは眠くなるレコード鑑賞の時間をクラシック音楽のイントロ当てゲームをして楽しませてくださるからです。あ、おかげさまでその時代はメロディーが流れると曲名がすぐ出ていました、うん、今思えば先生は夜な夜なカセットにクラシックのイントロを吹き込んで毎回違うバージョンを作ってくださっていたんだなぁと感謝の気持ちでいっぱいです。まあでもね、その生徒たちがそうやって覚えてもらう、うん、先生ってなかなかいないからね。そうですよね。でも逆もあるからね。俺高校の時の音楽の先生は、うん、はい、どうせあれでしょつって、うん、学ぶ気ないしょって言って、ほう、だから一緒に映画見ましょうとかつって、え、なんかレンタルビデオ屋さんからビデオ借りてきて、うん、みんなでビートルズの、はいはい、なんかこうドキュメンタリー見たりとか、へ、でつまんないねってなって、うん、でもあんまり当時ほら今みたいに刺激的な映像がいっぱいあるわけじゃないからさ、うん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 、なんかつまんないねみたいになって、でみんな退屈だねっつって、じゃあ映画見るんじゃなくて作ろうかって言って、5時間目と6時間目の2時間使って、水曜日かなんかだったけど、みんなでじゃあ映画作りましょうとかつってみたいなことやったけも先生って言ってたけど、覚え、すごい覚えてるよね。へー、いいですね、その発想の転換というか、うん、ある種自由だけど、うん、でもそのなんか想像力みたいな、作る方も、あとみんなでなんかやること、うん、イコールそれが音楽ですよみたい な、うんうん、なんかそういった考え方を持ってたみたいで、へー、だからオーケストラの指揮者みたいな感じだったんだろうね。あ、そうですね、先生の感覚で言うと、うんうん、みんなで作っていく、うんうん、頭をこう指揮棒振るだけみたいな、うん、タイミングだけ私が取っとけばいいんでしょっていう感じで、はいはいはい、あとはどうぞって感じだったよね。あ、でもそれはもう子供たちにとっては良さそうですね、うん、考える力も芽生えるし、覚えてる、すごい覚えてる、ね、それから思い出の先生ですが、ぷくぷくママさんです、はい、息子が中学の時にお世話になった音楽の女の先生がとても心に残っています。息子は家で吹くわけでもないのに縦笛を必ず持って帰るので、うん、なぜ学校に置いて帰らないのかと聞くと、だって置いて帰ったら先生が舐めるって言うからと、息子は本気でビビっていましたが、うん、私は一瞬でその先生が大好きになりました。あ、中学校の時の先生は生田先生っていう先生で、うん、今考えたの、今思ったけど、はい、キッサーみたいな人だった。おお、すごい、なんかおっぱいが巨大で、そこでちょっと小綺麗なの。おお、綺麗な、明るい、でカッターシャツを首の一番上までこうしてるような先生で、で先生がピアノをこう引き出すと生徒たちが下にグワーって潜り込んでいくのピアノの下に下にで、やめなさいもうバカみたいにとかって言いながらバーってこう引きながら女子に向けてだけこう歌唱指導したりとかしてるような先生で、男の子はみんなピアノの下、ピアノの下こうやって先生のところガーって言って微笑ましかったんだろうなもうこの子たちはって思いながら、今思った、生田先生似てんな、岸さんと思ってすごい想像できます、岸さんがピアノ弾きながらもうって言ってるのが、そう、一番上までボタン閉めてさ素敵な先生だったんですねあとモグラが村長さんからは、はい、思い出の先生ですが、小学校時代に通っていた塾の先生の言葉です。君たち将来は好きなことを仕事にしない方がいいぞ。ほう、出た、どんなに好きなことでも嫌いになるぞ。やらない心に残っている先生の言葉なのですが、うん、私トラック運転手を始めてもう四半世紀以上になります、はい、好きじゃないと仕事なんかできませんから、うん、あの先生に言いたい、その言葉間違ってます、間違ってます、うん、いやでもね、誰かにとっては響いたりするんだと思うのよ、うん、だけどやっぱこういうのが一番罪な気がするんだよね俺、うん、あの子供の、うん、少年団とかさ、はい、野球とかサッカーとかいろんな、あえたらあるじゃないですか、小学校の時になんか、ありますね、でその指導の免許とか持ってらっしゃらない方が熱血で教える時があるじゃん、うん、はい、ああいうのにものすごく恐怖を感じる。お、全然違う教え方で本当はもっと違う入り口だったら楽しいのにとかっていうことを嫌いにしちゃうような気がしたりとか、夢を逆に閉ざしちゃうとかみたいな気がするんだよね。受け取り方にもよるかもしれないですね。そうだよね、いや少なくとも今一番したいことやって、うん、全然1ミリも飽きないぜとは思うね。はい、
キジンヤンキさんから、はい、今朝は少し冷えましたね。そんな中、我が家に接したご近所さんの畑、その隅にポツンと一本立つ梅の木が、このところ昼間の気温と日差しに一気に満開になりました。うん、風をまとった花の香りにつられて、マスクを外してベランダで一人花見を満喫しています。はい、コーヒーを片手に、春も間近、桜もそろそろってところですかね。まあ、あの主人公登場人物の立ち位置が分かんなかったですね。あ、お家の中にいたんでしょうね、うん、で梅の花が一本咲いて満開ですってことですね、はい、でそこからだから人んちのってこと、自分んちのってこと、人んちの畑の隅にある梅の花を見て、うんうん、ベランダでゆっくりしてますっていう、あ、遠くにあるってことなのか近くにあるのかなそう、立ち位置が分かんないからコーヒーでまどろんでる景色が浮かばなかったんだよね。なるほどね、近くじゃないでしょうか。なんか描写では遠そうだった。浮かばない。午前さまさま。リスナーと話し込んじゃった。ダッシュで帰ってこられましたね。なんか、はい、ダンボールでフルーツもらっちゃった。おお、あ、本当だ、うん。今日は柑橘系ですって言って。うん、月に一回定期便みたいに持ってきてくれた。あ、そうなんですね。でも。今年、初めて会うねって言って。あ、確かにそうだ。年明けすぐマンボウでしたもんね。そう。だから、明けましておめでとうじゃんって言って。うん、おめでとうって言って。はい。どうだったとかって話してて。ええ。だから、いや、実は、今39歳。うん。で、娘が、小学校6年生。はい。子供が。ええ。で、卒業式なんですよ。つって。おー、そっか。で、まあ、あの、ちょうどね、時期が良かったから、ええ。修学旅行には行けたんですけど、あ、卒業式も今んとこ、うん、その親が2人入れるってことになってるけど、うん、ひょっとするとね1人になるかもしれないし、まだこればっかり分かんないですからねとかって、そうだよね、大変だよね、何歳の時の子なのとかってずっとしゃべって番組の合間にする話じゃないですよねむちゃくちゃ普通の保護者会みたいな感じで話し込んでしまったまあ今お堀ですけどね飛び込んでますから、はいはい、ね、あ、そうです、自分からね、ひゃーって蹴られる前にひゃーって自らいやでもいっぱい、いやいや、でもね、成長しているのは子供だけじゃなくって、ほう、春を感じるお便りですが、うん、明日咲く花さんからは、先週お知らせした初泣きを聞いたウグイスの泣き声ですが、ほうほうほう、あれから1週間頑張っています、うん、少しずつ上達していますよ、はい、ほうと泣けるようになりましたが、まだほうの長さが短いんですよね、うん、結局はまだ少し音程が不安定、はい、でも着実に進歩しています、うん、あ、練習風景が見てみたいです、だんだん上達していく様子を聞いていけるのも春の楽しみの一つですね。あれはどうなってんだろう、うん、誰に教わるんだろうね。ねえ、どうやって練習してるんだろう、うん、ね、何匹かで山の奥に行って、誰にも見つからないように練習をしてから出てくるのかねほっけ違うものすごいスパルタの鳥がいて怖い、ほうほけきょだろ、言ってみろ、ほ、ほ、違うバカがつって、ほ、ほけ、ほけきょ、なんだぞ、家庭教みたいな言うとほう、ほけきょそんなウグイスいない、腹から出してみろ、ほう、ほけきょ怖いわ、この人だってさ、はい、アナウンサーになる人たちは、はい、すごいちゃんといろんなことを習うじゃない、うん、はい、で自分たちでもやるじゃん、アメンボ赤いなアイウエオ、はい、ウキモニコエビも泳いでる、柿の木栗の木カキコケコとかずっとやったりとかして、はい、でそのウイロウリも拙者親方ともさお立ち会いのうちとかもうすごい早口言葉とかやらされたりするじゃん、うん、あんなことをやってほいって出るわけじゃん、はい、でもウグイスとかは、うん、習うことなくみんな同じように歌えるってことでしょ。そうですね、うん、本当隣の人が泣いてるのを真似するみたいな、うん、人じゃないです、鳥です鳥の鳥今言いながらあれちょっと思ったけど人だと思ってたんですか隣の鳥お隣さんと同じように泣くってことですよね、そうです。でもパッてさ自分が気づいた時に、うん、あれなんか
仲間がいないんだけどって知ってるやつも、うん、ひょっとしたら普通に法法結局って言えるはずだよね。確かにそうですよね。だから入ってんだろうね、 DNA の中にね。ねえ、なんか地方性とかないんですかね。確かに、ほう、ホゲギョーとか。なんか黙ってるよね、ここ。東北ですかとか。ほう、ホゲギョーバイで、福岡それ人じゃん、もう。バイとか。ほう、ホゲギョー。なんくるないさー、みたいな。今の沖縄だった。全然気づかなかった。ほう、ホケキョチャンプみたいな。沖縄。チャンプチャンプルって最後言ったやつ。教えたらできるようになるのかね。それインコですよね。なんかあるじゃん、でもきっと。あ、ずっとさ、はい、一番最初鳥はさ、うん、一番最初見た人親だと思うわけでしょ。うんうんうん、そうですね。ね、だからパッて、はい、ずっと、目を開けるまでずっと視界に入ってて、はっつって、俺ってなって。いろんなこと話しかけていったら、意外と、そうなんだよね。鳥もとかってすごい話しかけてほしいんだよ。本当に俺たち鳥もねっつって。夏は羽毛だから暑いのねとかつってる。いろいろ教えてくれるのかな。暑いというか、ほら、ちょっと見て、脇を開けてここに風を通すんだけど、とかつって。すごいいろいろ話し合ってなるかもしれないよね。鳥がね。うんうん、夢のような世界ですね。なかなかないですよ。でも会話してんだろうね。ピーチク、パーチクとか。ね、鳥同士でね。キャッ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 とかって言って言ってっけど、あれは会話なんだろうね。ね、合図じゃないはずだよね。うん、確かにお互いにね、何かを知らせ合っているのかもしれないですよね、うん、きっとそうだよね、うん、そう。いやすごいよね、鳥ってさ、うん、ものすごい束になっている鳥たちが、うん、ものすごい、その鋭角にカカーってみんなでカカーって曲がってギャーっていったりとかするじゃん、うんうん、はい、ああいうのとか人間にはない感覚だから、どうなってんだろうね。日体大の集団行動。あ、そう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 。こっちから来た人とこっちから来た人、ぶつかるぶつかるぶつかる、ぶつかりませんみたいな。そう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 。あれも訓練だいぶしてますからね。すごいよね。すごいですよ。もう鳥はすごい。鳥と日大ね。いや、一緒一緒なのか。あと、福山のコウモリ男さんは、はい、おはようございます。おはようございます。昨日は暖かく、久しぶりに孫娘を連れて公園に行きました。うん。広い公園内をのびのびたくさん歩いてご機嫌でしたよ。ほう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 。確かにね、今気持ちがいいかもな。そうだね、うん、でもまん延防止が明けてさ、うんうん、こうやって自分たちは仕事を始めましたよみたいな方もいらっしゃって、はぁーと思ったんだけど、はい、タイキックからね、うん、流川界隈で働いている私は、はい、先週までは20時夜の8時までの仕事だったのですが、まん延防止明けの今週から23時、うん、夜の11時までの勤務になり、ようやく仕事ができると言って嬉しいと思っていたのですが、はい、これが体がついていかないのですと。確かにそうか、急に戻るわけですもんね、うん、子供たち妻が起きる7時に一緒に起きるのが辛い、うん、慣れるまで頑張らねばと奮い立たせています。さあみんな登校、そして登園、出勤をしたので、これから洗濯と掃除をして、晩ご飯のコロッケを作って、出勤しようと思います。楽しい放送を聞きながらということで。おぉ。へぇ、大変だ。ねえ、日常が戻ってきたっていうところもね、あるんでしょうけれども。そうね。体が馴染むまでには確かに時間かかるかもしれないですね。いや、本当も。今日俺、うん、今年入って初めて食事会。お、はい。があるの。ええええ。で、多分そんな長時間飲むこともないだろうし、うん、多分ご飯食べて、で、それこそ送別会なのよ。ああ、そっか。うん、広島からいなくなる仲間がいるから、はい。もうすごい少人数で、うんうん。で、ご飯食べようかって言って、うん、で、送り出すんだけど、はい。多分そんなに飲まなくても酔うだろうし。そうですね。確かに、慣れてないから。慣れてないから。うん、で、外食ももう今年初めてするから、うん。それも慣れてないじゃん。うん、だから多分、もう10時ぐらいには一回、コクコク来るんだと思う。ちょっとね、眠いんだけど、とかなる気がする。そうですね。なんかこう、リズムがちょっとまだ戻ってきてないところはありますよね。うんうん、でも少しずつ確かに歓送迎会のシーズンではあるので、はい、ま、少人数でなら、ちゃんと送ったり、迎え入れたり、できるかもしれないですね。うんうん、はい、そう、今日3人のはずだったのね。うん、
だけど、ああ、もう一人この人も入れたいよねって言って4人なんだけど、うん、まあね、本当に送り出すこともできないからね。そうなんですよ、ずっとね。うん、さあ、新入社員の皆さんとかもそうですよね。そうそう。だって歓迎会もできない。うん、で、辞めていく方の送迎会もできないとかなると、もう、なんかひっそりとこの2年とかの間に、はい、その定年されて辞めていかれた方とか、そうそう、職場離れていかれた方とかいるだろうし。お世話になったのにっていうのがね、うん、感謝の気持ちも、ちゃんと伝わってるかな、うん、みたいな。だって俺たち、それこそ、去年の今ぐらいはまだゴルフの花道やってんのよ。あ、そうか。うん。はい。それで、去年の3月でゴルフの花道が終わってんの。で、2月に収録があったから、ちょうど1年前ぐらいに収録の、はい、最終回の収録が終わってんの。うん。で、その時に、みんなでゴルフして、うん、みんなで飲み会しようね、つって、もう19年もやってた番組だからね。そうですね。未だにできてないからね。これからできるといいですね、うん。だからその時に上野忠美さん、うん、上野師匠にお渡ししようと思ってた、はい、ちょっとこだわりのあるボトルのシャンパンがあったのね、はい、でそのシャンパンはもう渡せないかもしれないと思って、おで去年の秋にもう普通に持ってったもん、はい、師匠これ送別会の時に渡そうと思ってたけどもう渡せないかもしれないから持ってきましたとかつって、そうなりますね。会える時に会っときたいしなみたいな。そうそう、万が一のこともあったりするからね、いろんなことがね。うん、そうですね。まあでもちょっとずつ前に進んでいる感じがありますので ね、はいはい、ね、そうだね、うん、元気にいきたいと思いますね、うんうん、あとこちら、はい、93キロのプッコラさんは、お昨日は今シーズンのマツダスタジアムでのカープのチケット販売日で、はいはい、相変わらずの厳しい争奪戦でしたと、うん、やはりスタートの8時からインターネットにつながらず、はい、イライラと、つながったと思っても途中でエラー、うん、これの繰り返しでした、はい、結局僕は全然ゲットできなかったんですが、うん、うちの娘の頑張りでゴールデンウィークのデーゲームと8月の週末のナイターの試合2試合のチケットをゲットしました、はい、仕事から帰ってうちの娘よくやったと褒めてやりました、うんうんうん、そうですね、シーズンもね始まりますからね、まあ、昨日はね Facebook とか Twitter とか、もうあの手に入ったチケット写真撮ってあげてる人いっぱいいてさ、うん、いやだいやだと思って、なんでですか、自慢ばっかりいいじゃないですか、いやなんかこれでね職場の仲間たちに配るから今年も人気者でいられますとか、うん、うん、いいんですよ、なんか地元開幕カードね、なかなか手に入りにくいけど、まあとりあえずこんだけは入りましたってドラーってうちわみたいにバーってみたいな人とかがいて、この転売屋と関係じゃないかこいつらとかって思いながらなんでそんな文句言うんですか、手に入らないからまあでもね、はい、試合見られるだけね嬉しいですよね、そうね、うん、本当そうですよ、球場に入れてね、うん、盛り上がって、ね、だってこの間の西武戦を知り合いが見に行ったっつってて、はい、もうこんな寒い中、うん、もう絶対楽しくないと思ったけど楽しかったねって言ってたもんねやっぱそうだろうねとかって、やっぱり見に行くとね楽しいですよ ね、やっぱ非日常があるからね、うんうんうん、だから非日常のとこに行きたいね、日常をずっと、そうですね、ずっと過ごしてたからね、同じことの繰り返しでしたもんね、うんうん、ちょっとね外れたところに行きたいなって思いますね、そうよね、だって俺らだってさ、うん、こうやって毎日毎日喋ってっけどさ、はい、どこに行けるわけでもないわけなのに、うん、よくもまあ喋ってるよねと思うよねまあ、昨日さ、ええ、あの用があって、はい、広島大学病院に行ったの、うん、で駐車場に車止めて、はい、めったに行かないじゃない、まあまあそうですね、大学病院なんか、はい、だからさ、いない、そのいろんなその食堂があったり売店があったりとかするじゃない、うん、はい、だから生協があったりとかもするじゃない、うん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 、でちょっと入ってみようと思って、でノート、広大病院のノートがあるとかさ、おーおーおー、で白衣はい、が売ってんのよ、そうなんだ、うん、白衣っていくらだと思う、全然考えたことないでしょ、俺も、あそうか広島大学病院の売店には白衣が売ってんのかと思って、いくらなんだろうと思って見たの、うん、3200円意外とまあリーズナブルだね、一着買おうかなって、ね、なんでみたいな、急に欲しくなるの、マネキンが来てんのよ、一着欲しいな白衣とかって思うけど、いや使わないしな、何博士ですかでもそれ着て歩いてたらみんな頭下げてくれるんだろうなと思って、いやいやもう先生ですよね、横山先生お疲れ様です、あそうかと思って、ですごいさ、うん、本棚とか見たら医学書が多かったりとか、 あとはでもその宮島のルルブがあったりとか、うん、いろんな観光ガイドマップもあったりとか、もう本当いろんなものが売ってて、そうなの、でお弁当もここでチンしたら食べられますよとか、飲み物これありますよとか、もうそうか、ここだけで生活できるようになってんのか、にしてもやっぱり白衣が欲しい
いつ切るんですか。あれが1万円とかだったら何も思わないんで、3200円か、買おうかな。でずっと頭の中で M かな、いやでも下になんか着たりとかするかもしれないから大きめの L 買って、いやいやいらいな、白衣はいらん。ハロウィンじゃないんだから。いやいや、あんな急に欲しくなるよね。いや白衣がなかなかないですよ。白衣見てこれスプリングコートとして着れるんじゃないのかなとか。なかなかないと思うけどな。そうかな、まあでもね、それがユニフォームなわけですからね。そう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 、あれだったらね、御前様様の20周年とか、うん、あと御前会とか、はい、の時に全員に買って振る舞う、全員で白衣着て、なぜメスみたいな、なんかこれがチームウェアねとかつってみんなで着るっていう手もあるじゃん。楽しそうじゃん。一番信頼のならない先生たちですよね。この人たち白衣着てるけど何してでかすか。先生じゃなくて明らかに患者に近いよねっていう。治療が必要かもしれません。さあこの時間になりますと、御前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は中根から、はい、思い出の先生で問題を出してもらいました、うん。中学の頃のバスケットボール部の顧問の先生なんですけれども、うん、生徒指導部も受け持っていて、すごいこわもての怖い先生だったんですが、はい、一度だけ私たち女子バスケットボール部にバケツいっぱいのクッキーを持ってきてくださったことがありました、うん。そのクッキーにちょっとキュンとしたことがあります、はい。一体どんなことにキュンとしたんでしょうか、うん。ラジオネームおかき、はい、中根さんが厳しい先生がある日突然クッキーを買ってきてキュンとしたこと、うん、それは実はそのクッキーが手作り、うん、で先生の指に、うん、絆創膏が貼ってあったのを見てキュンとなったんではないでしょうか。そうですね、うん、でも絶対料理しない感じの方でしたね。あ、車好きで、うんうんうん、ミニクーパーに乗られていました。ほうほうほう、の覚えてますね。でも分かんないですよ、意外とそのほら板前さんとかもそうだけど、怖そうな人で料理がうまい気がするよね。あ、確かにね、うんうん、黙々と料理してる感じ、うん、でなんか平成大雑把に振る舞っている人、うんうん、で料理が細かいっていう気がするそういうところはめちゃくちゃこだわるみたいな、確かにこだわったらとことんこだわる方だとは思います、うん、そんな気がするよね、うんうんうん、やるって決めたら、うん、みたいなとこあるよね。ありますね。あと三原のビビアン、はい、中根さんの学生時代の厳しかった先生がクッキーを作ってきた、その時の思い出、うん、今日はダイエットを忘れようじゃないかというコメントがクッキーについている。確かにキュンとするかも、うんうんダイエットな、そんなにでも体重制限とか厳しくなかったです。あ、言われなかったですね。まあでもね、一番基礎代謝が高い時だもんね。まあ中学生そうですね、うん、いっぱい食べなさいっていう感じですね。なんか中学生高校生の時に太ってる子って、うん、代謝が悪いのか相当食べてるのかどっちだろうと思ってたよねそうですね、まあ、絶対いましたよね。いた、ちょっとぽっちゃりしてる子ね、うんうん、でもなんか成長するとどんどんみるみる痩せていく子もいたり、いた、大谷、おう、うん、大谷くん、小学校の時にクラスで一番背が高かったの、はい、でもちょっと小太りだったの、うん、でよくありがちな小学校の時ちょっと小太りってキャッチャーかキーパーっていうの、あ、わかるいますね、ドンと構えてくれる方。そうなので、大谷はうちの野球部のキャッチャーだったの、はい、で小学校6年生の時は一番でかかったのに、うん、中学校入って3年生になった時に、うん、もう前に習ったらもう手を腰にやるぐらい前だったの。成長が早かったんだ。早かったの。ええ。ほいで、ああ、そうなったのかってなって、うん、で、俺、高校分かれたのよ、大谷と。ええ、俺、日向学園やって、大谷南高校とか入って、はい。で、そいつ南高校の野球部に入ったの。うん、で、ある時に3年生の時に会ったの。うん。たら、背がまたでっかくなってて、だから、一回止まったのがまた高校でガーって上がったみたいで、ええ。おーちゃんやん、おーちゃんって言ったら、大谷よって、ええー、ってぐらい、大谷翔平ぐらいでかいのも。ええー、スラッと、うん。だから小太りじゃなくなってんの。そりゃモテそう。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 ね、うん。そうか。まあありますよね。男の子ね、どんどん伸びていきますしね。うん、なんかかっこいい子のさ、うん、ちっちゃい頃の写真見たらちょっと小太りだったり続きあるよね。ありますあります。うん、ポチャッとしてて、かわいいね、コロコロして、みたいな。別人みたいだねってなるよね。そう。
子供はね変わりますよね。変わるよね。あとはね、はい、揚げあんパンと焼肉のタレ、うん、中根さんの部活の先生厳しかったのにクッキーを作ってきたその時の思い出。それはそのクッキーの中におみくじが入っていて、そのおみくじが全部大吉になっていて、先生の優しさを感じた。でも絶対バレますよね、みんな食べるから。あと相当なテクニックだよね。もうビスケットクッキーの中にもう全部におみくじを入れるって大変。バケツいっぱいのなんかでもあるよね、お土産でね。おう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 、なんかおみくじ入りクッキーみたいなね。ああそうですね、うん、中に入ってるのってもう確かに大変ですよね、うん、パッケージに書いてあるならまだしも、うん、中身あのほらボトルに船が作ってあるみたいなのがあるじゃん。ボトルに船、うん、ボトルシップとかでよく言ったりするけどさ、ほうほうほう、瓶が横たえてあってさ、その中にこう船が手作りのみたいなのが作ってあって、それってその瓶のところからこうやって作るんだって。へえ、中に入れ込むあんの。ほう、あじゃあとなんかこう米にさ、うん、般若心経書く、書く言いますね。ちょっとあれに近い感じがあるよ、ね、先生がクッキーにおみくじを入れてきた。それ伝説になりますね、うんうん、確かに嬉しい。その努力いらないよね。愛情は感じますけど。確かに。あとは、うん、ストレートマン、はい、クッキーを先生がくれるときに思ったこと、うん、お前らだけ特別だから他の部活のやつには絶対言うなよと言われクッキーを渡してくれてキュンとした。あ、自分たちだけのみたいな、うんうんうん、まあ、でも確かにあの時はね、女バスしかいなかったので女子バスケットボール部にくれましたね。男子にはあげてなかったですね。あ、いましたけど。その先生は男子も受け持ってたの？いえ、男子は別の先生でした。うん、なのでいや、女の子の特に高校生、はい、まあでも中学生もそうかな、の部活の男子の先生っていろいろ悩むよね、うん、まあね、うん、どうしてしたらいいのかっていうところとか、うんうん、悩む、うん、どのぐらい厳しくしていいのか。でも優しくするとつけ上がるしな。でみんなも俺のことチャラチャラしてると思うんだろうかとかいろんなことが浮かぶよね。そうなんですよね、うん、先生も舐められちゃいけないってやっぱり思ってたんだろうなと思って、うんうんうん、若い先生だったんで、はい、30前半ぐらいの、うん、なので一番まあ元気のいい頃でもあったんじゃないかなと思います。うんうん、あとは、ずっちゃん、先生がクッキーくれた時にキュンとなったこと、うん、それは普段は厳しいのに顔を真っ赤にして、うん、みんなに無言で渡したのでキュンときたのではないでしょうか。あ、いい、好き、うん、ちょっと照れくさそうに ね、裸でね、もうなんか先生も全身真っ赤だよって。なんで裸なんですか。キュンキュンしちゃうねって本当だねっつって中学生に危ない危ない、そんなことはないです。見て見て赤くなってるよ先生、全身が裸でちょっと照れくさそうには渡されていました。お前らはいみたいな。なんで渡そうと思ったんだろうね。いやそこがね、うん、ヒントなんですよ。はあはあ、なるほどね。そう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 。はあ、ははあ。もう答えの締め切りが終わってんのにそこがヒントなんですって言われたいもんねっていう感じがする。今さら。だったら出題の時に言ってほしかったよねと思いますよね。もう締め切ってるからさ。いや今もねだって答えなんだろうかなってこう想像してながら聞かれてる方もいらっしゃるかもしれないから。じゃあこれ最後、馬のおばちゃん。はい。から。先生がクッキーをくれてキュンと思ったこと、それは配合を間違えて、うん、塩辛くても食べられないようなクッキーだったんだけど逆にそれがキュンときた、うん、不器用だったんだなみたいな、うんうんうん、ごめんな、ね、ちょっと俺本当もう高倉健みたいでみたいな、いや不器用って言えいい方の言い方すんなよみたいな自分で自分をごめんごめん、俺もう先生高倉健みたいじゃないか、もうあどういう意味ですか、不器用ってじゃあ不器用って言ってほしい。絶対中学生に通じないですから無理無理、自己満になっちゃう。さあ、はい、中根ゆきの思い出の先生、厳しいバスケット部の先生がクッキーを作ってきましたが、はい、はい、キュンとなったこと、キュンとなったのは
その時は気づかなかったんですけど、うん、実はもう一回持ってきてくださった時が卒業してからあって、ほう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 、これ嫁からって言われたんですよ。で、え、このクッキーってあの時のって思って、うんうん、あの時もしかして婚約者さんが作ってくださってたんですかっていうのですごいキュンとした。なので正解は実は彼女もしくは婚約者さんが私たちのために作ってくれたクッキーを先生が持ってきてくれてた。へえ、じゃあ先生の手作りじゃなかったの？じゃなかったんです。当時まだ付き合っていた先生の今の奥さんが付き合ってた時作ってくれたのを、そうです、配ってたんだ。はい。へえ、詐欺だね。なんでですか？なんで？詐欺詐欺。どこが？トラベリング。勇み足。ピーって。一二三おっとってなっちゃった。いや多分先生が、ね、その女の子のねどうやって接すればいいかわからないってずっとおっしゃってたので、うんうん、おそらくその今の奥さんとかに相談されてたんじゃないかなと、うん、してたんだろうね。で多分仲良く、あなた上手じゃない、女の子のあしらい方、だから私はあなたにメロメロになったんだよみたいな会話をしてたじゃない。まあ、新婚だしね、うん、ラブラブしてたかもしれないですよ、うん、クッキー私が生徒たちに焼いてからさっつって、焼けちゃうな、もう私だけのあなたなのにみたいな、あなたの心にドリブルドリブルとかめちゃくちゃ面白い人じゃないですか。私に対してあなたはそんな私にダンクシュートみたいなみたいな女の人と付き合ってたんだろうね。そうなのかな。でもそんなクッキーだったということで、ね、キュンとしました。へえ。ほう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 。奥さんが作ってくれたという方が6人。まあでもほぼ正解だね。そうですね、うんうん、結果的に奥様になられたわけですので、はい、ということで抽選でお一人の方に御前様様手ぬぐいをプレゼントいたします。当選者の発表は番組のエンディングで。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さてさて、手元に来ている記事は広島カープですね、はい、うん、オープン戦、甲子園球場で阪神と対戦して10対3で敗れましたよということですけど、うん、なかなか大変な選手たちもいるみたいですねということで、はい、オープン戦7試合に全て4番で出場している末金が15打席連続でヒットなしとプロの壁に直面していますということですね、うん、はい。まあね、まあ、鈴木誠也選手がね抜けた後の4番候補として上がっている選手ですけどね、うん、はい、うん、まあでも今までやってる場所とレベルが違うからね、うん、まあそうですね、うん、だから慣れるっていうことと、うん、あとはやっぱ練習試合オープン戦とはいえ、うん、その違いよとか自分の対応のできなさっていうのと、うん、あと今まで見たことない人が続々と出てくるっていうことに対しては、うんうん、それはまあ、 あの大リーグ行く時もそうだったりするけど、ピッチャーは新しい環境でも意外と実力を発揮しやすい職種、うん、ほいほい、だけどバッターってその慣れないと、うん、なかなか活躍できない職種じゃないですか、冷静に考えてみても、うん、はい、でバッターは少なくとも10回中7回は失敗するわけですよ、はい、3割打って名選手、うん、だけど100本中30本しか打ってないんだよね。そうですね、だから70回失敗してるの、うん、だけどこれが30回ヒット打てば名選手だけど、28回だともうちょっとだよな、バットスイングしろよって言われるけど、いや、この100本中の2本ってもう偶然だよっていうこと。そうですね、わずかですね、はい、だからよくさ、陸上とか今だったらほらパラリンピックやってたりとかするけど、はい、ピッピップーって言ったらダーッと出てくるじゃん、うん、もうこのさ最終的に滑り終わった時とかの最後のこのコンマ何秒って、あのプーンって言うとあそこじゃないと思うじゃん。そうですね、だから滑ってる時の技術とかじゃなくて、もうどのくらいで反応できたのかとか、最後にどのくらい体が伸びたのかとか、うん、みたいなことの差じゃない、はい、ただもう3割バッターと2割8分のバッターの差ってそんなもんなんだよね。うん、だその差にでもたくさんの人がいるんですよね。いるの。だから何かをしなきゃいけなくって、うん、でそれはひょっとするとコンマもっとゼロがあっての1秒で球を踏み込むとか、うん、勇気を持つとかみたいなことなのかもしれないし、はい、もっと言えば落合選手が言ってたけども、まあ、
旧落合選手ね、三冠を取ってた落合博満さんがおっしゃってたけど、うんうんはい、バッターはグリップを1ミリ下げるだけでももう世界が変わるぐらいの勇気が必要であるって言ってデリケートにやられてる方と、いやそんなの全然関係ないですよっていう人もいるわけじゃない。ただどっちが打つかって時にやっぱ結果を残した人間、はい、そして自分がどこを目指してるのかっていうことでその意見を自分に取り込むのか無視するのかってことでもあると思うから、もうほんと紙一重のところでやってると思うので、何かがパンと変わればポンと変わるし、逆に言うと調子が良くても何かがパンと変わればポンと悪くなるっていうものだと思うので、なんかあの今15打席連続ヒットが出ていないからといって何かを変えないことですよ。だって今対応してる最中なのに、はい、自分自身の柱がなくなったらもう何も信じるものがなくなるので、うん、慌ててプロ対応にせずに今やってきたことをコツコツやってくると、止まった時計は1日2回合いますよって。でも狂っている表示が時計は1日1回も合わないですからね、うん、それ考えるとタイミングがパンってあった瞬間にずーってしばらく動けばいいんだよ。確かに、はい、と思うので、はい、焦らないでくださいねと思います、うん、頼もうざっくり道場。このコーナーはグリーンコープ広島の提供でお送りします。世の中の気になる言葉の意味や解釈などを大まかにまとめてみようというお便りコーナーです。毎週お題にまつわる解釈を寄せてもらいます。今週のお題はフリー、自由です。何か一つを選んでざっくり紹介してください。はい、ということで、今あるものをさも新しいもののように言う、すでにあるにもかかわらずまるで自分が見つけたかのように自慢してボケてみるというのがざっくり道場ですけども、はい、毎週このコーナーには TBS ラジオ爆笑問題カーボーイから爆笑問題太田光君が参戦していますよということで、うんはい、昨日の夜もこのざっくり道場テーマフリーですけども、うん、この店には Wi-Fi は、来てるんですかね。はいはい、いやいやいや、Wi-Fi Wi-Fi が来てますか。はいはい、いや Wi-Fi が、はいはい、 Wi-Fi 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 おい、バカにしてんだろっていう、あの元気をとどめていない、うん、テーマは何だった、お題何だったんでしょう、うんうん、なんだね、自由だったっていうことですかね。太田くんのざっくりってっていうメッセージも来ていて、はい、基準暗記から、はい、先ほどの太田さんのざっくりテーマがフリーだったのでフリー Wi-Fi ってことじゃないですか。あそういうこと、確かに奥が深すぎて分かんない、いやーなんか失礼しましたみたいな、ほんと申し訳ない俺たち小僧が分かったげに日本トップ漫才師に向けて本当にすいませんって感じ。さあそれでは、はい、リスナーの皆さん、今あるものをさも自分が見つけたかのように自慢してボケるざっくり道場テーマフリー、どのようにボケてくるんでしょうか、いってみましょう。ラジオネーム中央林間、ついに、はい、ついに完成いたしました。お待たせをいたしました。いやお待たせしすぎたかもしれません、世間があっと驚くものをようやく皆さんにお見せできる機会がやってまいりました。これね、あの最新鋭のドローンなんですけども、よく聞いてくださいよ、うん、なんと人が乗れるんです。それヘリコプターヘリコプターってドローンだったんですか。先にヘリね、先にヘリ、あとがドロドロってドローンそうですね、確かにね、うん、人が乗ったドローンはヘリコプター、ヘリコプターそして頭につけたらタケコプターっていうことですそっちの方が早いかもしれないこの間さ、はい、ワウワウで今ドラえもんすごいやってるんだよね、はい、でなんか途中まで見たんだよ、うん、ドラえもんの映画、映画、はい、多分相当古いんだよ、画像からしてね、うんうんうん、たらのび太んちの上に雲の、うん、なんかこうお城みたいなのを作って、ほう、雲のお城、はい、でしずかちゃんが設計したお城もそこの雲の上に作って、で自分たちだけの王国を作ろうっつって、もうドラえもんがさ、のび太の部屋からどこでもドアでガチャって言ったらそこの雲のとこ行ってさ、うん、でなんかこうやってタケコプターでいろんなとこ行ってするけど、こいつらすごいなと思った
何でもできんだなと思ってよくこんな普通の家住んで世界征服できるよと思った本当そうですね、やろうと思えばすごかった、ダイナミックさが小学生がやってることと思えないくらいのダイナミズムがあったよねそうか、牛田の棒、はい、いやいよいよ暖かくなってきましたけど春到来ですよね、はい、ひな祭りもほら終わっちゃったのでなんか寂しいなと思うんですよね、うん、なんかねほらずっとコロナで大変だったからやっぱお祭りを体が求めてるんですよ、うん、はい、なんかお祭りが欲しいなと思うんですけど、なんか食べて食べたら食べた分お皿がもらえるようなお祭りがあったらいいですよね、それ山崎春のパン祭りシール集めなきゃうちのね、はい、地下食のパン売り場のとこにね、えっとこのシールいらない方があったらこの台紙に貼っといてくださいっていうのが皿狙いだなこいつ誰だよってその皿どこに行くんだろうってあとさ、ね、うちの会社の地下の自動販売機のとこに、はい、お釣りの取り忘れをしていましたよとかって、はい、普通にセロハンテープに10円玉とか貼られて、はい、置いてあるけど誰も盗まないよね、そうなんですよ、偉いね、どんどんお金貯まっていってますよ、どんどん貯まっていくよ、ね、ひょっとって自動販売機が全部10円で埋め尽くされてるんだけど金庫みたいになってんだけどってあるよねありますあります、続きまして、はい、ラジオネームバリュー、あの僕ね、うん、歯磨きが苦手なんですよ、はい、なんかこう見えないところがね、うん、ちゃんと磨けてないみたいなんですよね、うん、で時たま歯医者さんに行くと、いやほらこんな見えないとこちゃんと丁寧にやらないとって必ず怒られるんですけど、ちょっと考えたんですけど、そもそもその歯磨きがめんどくさいって思うのが良くないと思うんですよ、うん、なのでもう上の歯と下の歯を分けて取って磨くっていうのがあったらいいよね、それがいればいやいや歯磨きがめんどくさいから入れ歯にしてるわけではないですよねでも、うん、よくさ、はい、あの虫歯何本ありますかとかって言われたりするじゃん、うん、あと虫歯ゼロでいきましょうって言うけど、あもう全部取った瞬間にゼロになるからねまあ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 、まあ、入れ歯の人は虫歯ゼロだからね、確かにね、うん、ある種健康なのかな、健康綺麗な口の中をしているかもしれない、全然文句言われる筋ありませんって言う何にもありませんけど全然自慢できないけどじゃあこれ最後、はい、水亀うさぎ、俺ね、うん、お金が欲しいんですよ、はい、で歩いているだけで、うん、お金になる方法ってないかなってずっと考え続けてたんですけど、うん、このどうですか、いろんな人からお金をもらって、はい、その人たちの名前を体に入れ墨で彫っていくんですよ、はい、はい、でその体を見せながら街を歩くんですよ、うん、はい、そしたら入れ墨掘られてるとこの人たちの宣伝ができるじゃないですか、うん、これどうですか、それがスポンサー、うん、いやよーそんなはスポンサーじゃないよ、入れ墨ってもう一生取れないじゃん、うん、そう、え T シャツとかなのかと思った、あ違った、そうだね、うん、だけどあれだよね、こうなんかほら冬のオリンピックとか、うんうん、今パラリンピックとか見てるけど、はい、いろんなところがスポンサーになってたりするじゃん、だから意外と帽子のところにバスクリンって書いてあったりするとそうか確かにバスクリンかって思ったりするよねこの競技にはバスクリンかって思って商品送られるのかなとか、疲れ取れるだろうなと思ったりするよね、まあ、続きは11時台片言の広島弁さんから、はい、だいぶ春らしい陽気になりましたが朝晩はまだまだ冷えていますよね、うん、先日あんかけチャーハンを作りました、おチャーハンは卵とネギだけで、うん、薄味のシンプルチャーハン、はいはい、あんはネギに白菜、人参、しめじ、エビとイカと豚こま切れ肉の具沢山のすごい、ね、あんを熱々のままいただきます、うんうんうん、いただきますの直前にかけて、はあはあ、熱々で食べるあんかけチャーハンですと、まだまだ熱々メニューが活躍しています、うん、いやいや、あのね俺は本当チャーハンはもう絶対シンプルなやつがもうだからあんかけないっていうのが一番美味しいと思うのでせっかく構
んなにいっぱい作ってるのに。間違いないよね、その案はね。そうそうそう、美味しい。むちゃくちゃ具だくさん。ただ俺は本当チャーハンはパラッパラで食べたいと思う方なので、あんかけいらないですね。じゃこの案は、チャーハン以外のものにかけてもらって。うん、そうだね。うん、俺、一時期さ、本当にこだわっていろんなもの作ってる時期があってさ、っていうかまあ、はい、面白があって。うんうんうん。だから普通の袋麺のラーメン。はい。を、普通に茹でて、うん、で、粉だけを別に、お湯に入れて沸騰させて、で、その中にいろんなものを入れて、で、ぐつぐつぐつってやって、で、そこに水溶き片栗粉やって、で、あんにして、ラーメンの麺だけをやったのに、ほぐした分にかけたりとか。なるほど、うん、そしたら、なんか、おわって思うのかなと思ったら、あ、やっぱり味はこうか、って。意外と、すごい凝った割には、あ、そういうことになるのかとか、ラーメンを、その一回茹でて、はい、で、パリパリにして、うん、いい。で、そっからまたあんかけたりとかすると、そうか、味が変わんないと食感があっても変化ないのか、みたいな。午前様様。こちらはデーブリン母さんさんからです。来週月曜日、火曜日、雨が降る予報なので、天気がいい今日、ひな人形を片付けます。七段飾りのひな人形なので出し入れが年々大変になってきました、うん、蔵からの出し入れは主人が担当、飾り付けは私担当、役割分担しながら37年間欠かさずに飾ってきました、うん、来月は5月人形を飾ります、はい、楽しみです。デーブリン母さん37年間ずっとひな人形七段の飾ってて、なんかさ、うん、そういう暦をちゃんと味わいますという生活、うん、いやと七段飾りが飾れる家のスペースがあるとね、羨ましい。確かにそうですね、うんうん、でも37年ずっと飾ってるからもうそこはこう確保されてるんでしょうね。そうだろうね、きっとね。ねえ、何かしら今度はだって来月5月人形を飾るということですので、はい、うん、なんかそこはもう飾るスペースになってそうですね。でも七段飾りが飾れるほどのスペースが、うん、あるのであれば、うん、多分5月人形も、うん、もう甲冑とかの本格的なのがいるんじゃないの。そうですね、大きいのが飾れそうですね、うん、今日さ、はい、お昼1時から、うん、NHKBS、はい、で黒澤明の影武者があんのよ、はい、でそのオンエアが終わってすぐに、はい、アナザーストーリーの黒澤明の特集があんのね、へえ、そのままの流れ流れで、ええー、素晴らしいと思ったね。そうね、素晴らしいと。民放にはできないよね、この流れは。まあ、なかなかね、うんうん、NHK さんならではの。だって黒澤明さんのさ、うん、影武者ってやっぱもう伝説の作品なのね。うん、で、その菅野がさ、絶賛して、絶対に撮るって言ってて、うん、みたいな、今で言うさ、うん、ドライブマイカーみたいなもんなんだよね。ああ、そうですね。もう賞確実だろうと言われている。って言われてるぐらいの状態の作品だけど、はい、日本であんま興行が芳しくなくってさ、うん。で、なんかいろんなキャスティングが変わったりとかさ、勝新太郎と黒澤明が喧嘩して、うん、で、それがもう途中で、撮影の途中に、うん、勝新太郎が降板すんのね。え、途中で？途中で。で、中谷達也に変わったりとかすんのよ。はあ、もうそれも含めての、だから本編見た後に、その、なんで揉めたかこの映画かっていうのを1時間特集でやるの。うわー、見たいよね。流れで見ますね。見るよね、うん。舞台裏みたいなことですね。はいはいはい、はい。ねえ。だから、勝新太郎が、ビデオカメラ持ってきて自分の演技を家でチェックしたいからって言ったら、黒澤明が監督は一人していいんだよ、つって。だから、うちの現場に、自分専用のカメラなんか入れるようなやつはいらないとか、つって。で、撮影できなくなったりとかすんだよね。なるほどね。いいものを求めるからこそなところもね。そうなんだ。午前様に結局、有事は一人でいいってことですよ。二人有事はいらないってことですよね。おやおや。ちょっと読んでみましょうか。喧嘩しちゃう？ジャパネット高田ラジオショッピング、馬場さん。今日はサンキューの日じゃなかったんですか？ごめんなさい。ちょっと感謝が足りないわよ、あなた。もしね、あれ喧嘩モードで間違った。おかしくないそれ。サンキューってさ最初言ってたよ。失敗した。もう初心忘るべからずよ、あなた。あ、ごめんなさい。ちょっと今、影武者で熱くなっちゃった。ほら、もうお願いしますよ。ユージにも感謝してくださいよ。はい。今日はね、また広島の皆さんのためにすごいのがご用意できたんですよ。お、今日は、冷蔵庫のご紹介。珍しいでしょ、冷蔵庫。そうだね。そうなんですよ。うん、大型冷蔵庫。501リットルタイプです。うんうん、しかもブランドが、東芝ベジータ。はい。うん、
下じゃなくて真ん中に野菜室があって、あめちゃめちゃ使い勝手がいいやつなんですよ、うんうんうん、人気の冷蔵庫なんですけど、はい、実はですねこれが倉庫に29台だけ残ってるんです。29台だけ、うんうんうん、でこの29台だけをじゃあもうラジオで全部くださいと。ほうで今日広島でねお聞きの皆さんのために特別企画をご用意しました、うん、はい、今日は下取りがとんでもないです。なんと皆さんが今お使いの冷蔵庫5万円の下取りを行います。おお、そう、つまり大容量の冷蔵庫が今日は5万円も安く買えるっていうご提案なんですよ。だって普通だったら大型ゴミでお金払って捨てなきゃいけないんだよ、ね、そうですよ、そうですよ。5万円の冷蔵庫ってありますよね。ありますよ、ね、多分うちの今使ってる冷蔵庫5万円以下なんですけどなるほど、それが本当に買った時よりも高く引き取るっていうことですよね。でもそれを下取りに出したら5万円の価値になるってことですか。そうなんですよ。得しちゃう。いや、ある意味投資だよね。投資っていうかね、今冷蔵庫が高いんですよ。あ、そう、半導体か。そう、半導体問題と、ほうほう、それから原料不足。なるほど。今ね、冷蔵庫作りたくってもメーカーさん作れないんです、うんうん、だから家電量販店は数が入ってこないんで、もう1台1台の冷蔵庫が30万40万当たり前の世界なんですよ。あ、確かにね。そうなんですよ。だから今大容量のやつが欲しいと思ったらめちゃめちゃ出費がかさむんです、はい、それを今日はジャパネットは5万円も下取りしますから、うん、よりお得にお手にしていただけると、こういうご提案なんですよ、はい、しかもねこの冷蔵庫めちゃめちゃ進化してまして、うん、まず真ん中野菜室っていうだけでもいいのに、この野菜室ラップがいりません。ラップがいらない冷蔵庫なんですよ。ほうほう、そう、これ潤い野菜室と言いまして、うん、野菜室の中に常に水分がねふわーっと漂ってる感じ、はい、そうだからラップにかけたり、あるいは袋に入れたり、ジップロック入れたりしなくっても、うん、野菜の鮮度をずっとキープすることができるんです。すごい。スタジオにお届け、ね、スタジオにお届けしてるほら、ほうれん草の画像見てくださいよ。はいはい。ね、普通はほうれん草なんて3日ぐらいするとしなーってなるでしょ、うん、それがラップしてないのに、見てください、10日後。シャキンとしてるでしょ。これあれじゃないですか、もうカサカサになったらお母さんとか入れちゃうみたいな。もうこれこれ。10日後にもうすごい、あれちょっと待って、別紙見てこうやってんだけど。お母さんは入れないでよ。投資しちゃいますからね。そう。だからもうこの野菜、すごいね、これね。野菜室だけでも買っていただく価値が十分あるんですよ。はい、それに加えて僕のお気に入りは、チルドルーム、うん。これ劇的にすごいチルドルームです。というのは、うん、チルドルームって、普通はね、こう冷蔵室の一番下の方に、申し訳程度にこう薄っぺらくついてるのが多いと思うんですよ。透明の蓋みたいなのがあって。そう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 。ついてるよね。そうでしょ。だから普通あんまり使ってないという方もいらっしゃるぐらいなんですけど、うん、これめちゃめちゃ使ってください。例えば、スーパーの閉店間際にね、はい、見に行ったら、あら、お刺身が半額になってる、うん、でもな、晩ご飯食べたし、このお刺身明日まで大丈夫かなって普通なるじゃないですか。なる。なんとこのチルドルームに入れてください。お刺身が1週間持ちます。嘘、本当？お刺身で1週間ですよ。すごくないですかこれ。だったらこれもやっぱ、うん、シワシワになったお母さんとお母さんも入れたらダメよ。お母さんの部屋がいっぱいある。お母さんすごい持ったね。お母さん違う違う、お母さんは入れないでね。じゃない。お肉だったら10日間持ちます。本当、だってほらお肉をね、いいやつ買ってきて、うん、どうしよう、週末まで3日ぐらいあるけど1回凍らせるかって普通なるじゃないですか、うん、ね、それ凍らさないでください。このチルドルームに全部入れてください、うん、お肉は10日間、お刺身は7日間持ちます。チルドルームってそんなパワーがあるの？すごいんですよ。うちあそこ、うん、なんでこんなにあるのっていうぐらいスライスチーズが入ってるんだろう。なんか分かる。すごい、あそこスライスチーズ入れみたいになってんだよね。スライスチーズはそこ入れなくてもまあ冷蔵室で大丈夫ですからね。あとマーガリン、うん、マーガリンね、うんうんうん、マーガリンはちょっと固めが好きな人は入れた方がいいかもしれませんね。あ、そう。チルドルームって凍るか凍らないかギリギリのところをキープするんですよ、はいはい、ただ普通の冷蔵庫はこの温度管理が下手くそなんで、うん、たまにほら緩くなるんですよね、チルドに入れといても。ほうほう。ところが東芝はマイナス 0.1 度ぐらい、あの凍るよりもさらに低い温度、ほう、これをずっとキープすることができる。だけど凍らないんだ。凍らないんですよ。へえ。ギリギリのところだから鮮度を長持ちキープすることができるわけなんですね。ほうほうほう。もう語り出したらね、この冷蔵庫語りどころがいっぱいあるんです、うんうん、あのツイン冷却といって冷却器が2つついてます、はい、これも冷蔵室と冷凍室を別々のコンプレッサーで冷やしてるんですよ。なるほど。だから普通の冷蔵庫は1台で済ませるんで、うん、そのチルドルームなんかが曖昧になっちゃうんですよね、はい、でも東芝は2台に分けて
ちゃんと制御してるから温度管理が上手なんですよ。だから野球でいうと、うん、ピッチングコーチとバッティングコーチがいるってことよね、はいはい、別々にいるっていうことですね。ね、それぐらいちゃんとやる。そう、うん、ちゃんと作ってる冷蔵庫、こういうことなんですよね。これちなみに開くのは、うんうん、左側から開くの、右側から開くの、それね両方あります。今だったら右開きが13台、うん、左開きが16台だけど、これ意外と大事だよね。それ大事なんですよ、ね、動線としてね。そうなんですよ、キッチンのね、その洗い場からの動線で大事になってきますんで、はい、右に開いた方がいいか左に開いた方がいいか、それだけはご確認をお願いしますね。今半々ずつぐらいある、今半々ぐらいずつ今だったらありますからね。で幅とか高さは、そう、これねすごいのは500リットルなのに横幅60センチしかありません、うん、めっちゃすごいんですよ。スマートだね。めっちゃスマート。だからマンションなんで大容量諦めてたっていう方もこれだったら置いていただけるわけなんですよ。すごい華奢巨乳みたいな。華奢巨、これ華奢なのに巨乳みたいな。そうそうそう。両方大丈夫ですね。両方大丈夫。それぐらいよくできてるんです。めちゃめちゃいいんですよね。どういう例えかな。そうですかそうですか。まあまあまあね。華奢で背が高いとかじゃない。ね、いやちょっとなんかね、ちょっとドキドキする例えでよかったですよ。500、ね、501リットル入ります。501リットル入りますからね。巨乳だよねこれ。ちょっとお値段いきますよ。はい、これだけのね大容量500リットル超えるのに、お値段がもともと249,800円なんですよ、はい、これジャパネットはね相当頑張ったお値段つけてるんです。この値段でも安い、この値段でも安いんです、うん、それを今日は5万円下取りがつきますんで、はい、下取り出してください。なんと500リットルが199,800円なんです。へえ、めっちゃいいでしょ。いいね。しかも今の冷蔵庫電気代も安いんで、うんうん、もう10年ぐらい使ったら5万円ぐらい電気代で元取れますからね。これちなみに、いつぐらいに発売されたものなの？これは昨年の4月に発売されたモデルです。じゃあまだ1年経ってないんだ。そうですそうです、1年経ってないモデル。へー、そうなのね。まだまだ新しいのに500リットル超えですよ、うんうん、だから今ねだいたい300リットル400リットル使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、はい、週末にまとめ買いしたらねなんか入りきらないとか、うん、ふるさと納税の返礼品が冷凍庫入りきらないとか、うん、あったら新しい大容量に変えてくださいね。今日だったら20万を切ってお手にしていただけますので、うん、ぜひぜひお早めに0120-441-555番、441-555番でお待ちしております。やっぱなんかババちゃんのトークってやっぱ鮮度が落ちないチルドルームみたいな感じ。チルドルーム、なんかでも凍ってるな。半分凍ってるな。コールが凍らないかのギリギリのラインなんですね。うまいか下手かギリギリ、こら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 ピチピチよ。いやいや、でもまさか冷蔵庫にこんな機能があるなんてっていうの、すごいですよ。充実の、うん、ね、めちゃいいよ。欲しくなった。欲しくなるねこれね、はい、大容量ぜひ買ってください、うん、残り29台ですからね。はい、ぜひぜひまたお買い得なもの、皆さんの生活が豊かになるものがあったらご紹介お願いします。いありがとうございます。サンキュー。ジャパネット高田ラジオショッピングババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は思い出の先生でお送りしています。はい、こちらはニコチ60歳さんから、うん、高校3年の時大学卒業した新任で国語科の先生が赴任してきました。はい、私はその先生に一目惚れ、おいつでも先生のことで頭がいっぱいでした、うん、ある日勇気を出して家に遊びに行きたいと。え、ね、中学生だった、高校生だった。高校3年です。高校、いやもう大人じゃん。で大学卒業したばかりの先生が赴任してこられたと。うん、である日勇気を出して家に遊びに行きたいと。もう森田同士春の海の中でってもうなるね。そう、うん、よからぬことが起こるねこれはね。先生は、うん、OK してくれましたと。家に来ていいよって。うん、まあ俺もするよ。もう女性ですからね、こちらの先生はね。あ、そうか、先生が女か。た、分、あ、書いてないな。うん、確かに。どっちだろう、どっちだろうね。私は想像で女性でした、勝手に。俺はなんか先生が男、あら、で生徒が女だと思ってた。あ、どっちだろう、分かんないけど。これね、言ったそうなんです。おう、するとコーヒーをいただきながら、うん、吉田拓郎のレコードを聞きました。うん、
今も会いたいです、ね、ええー、加減なやつじゃけー。ほっといてくれんさいとかかね。そういう、そういう系の全然なんか、和まない。どう反応すればいいかわかんない。かっこつけたかったじゃないの。ああ、そう。本当はすごい細かい、コーヒー入れて細かい人なのに、ええー、加減なやつじゃけーって。そういう人に見せたかったじゃん。あ、ちょっとね、うん、実は俺こういう大雑把な感じの男だぜみたいな、ガッツだぜみたいな。ただご自宅には先生のお母様がいらっしゃったようで、はあ、何もありませんでしたと。へえ、でも今の展開だったら、うん、付き合ってで気がついたら今の主人がその時の先生ですとか、うん、今の妻がその時の先生ですみたいな展開だよね、はいはいはい、あってもよかったですね。年の差もそんなにないですからね、うんうん、いやでもどうなんだろうね、その大学卒業したばっかりの先生がさ、うん、高校3年生の、まあ、男か女か分かんないけど、うんうん、が家に行っていいですかって言われた時に、うん、いいよって言った段階で若干、うん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 、ちょっと好意はあるよね。そうですね、うん、じゃないとなかなか生徒をお家に入れることしない、ね、しないですよ。しかもなんでお母さんいたんだろう。そしたらなんかあれ、結婚相手が来るからってお母さんが待ってたんじゃないか。早い進展早いですね、うん、で来た時にこうやってお母さんがずっと見てて、で帰った後にあの子はないです、あの子じゃダメですって言われたのかもしれないよ。ああ、もう最初にチェックしてもらってた、うんうん、一番最初にお母さんが目利き役としていた。入り口狭っていう。あとね、ネガティブゴウルフさんから、はい、思い出の先生ですが高校時代の部活のコーチです、うん、日々の練習が終わると最後に監督そしてコーチの一言があるんですが、はい、コーチはいつも監督に気を使いながら喋っているのがバレバレだったんです、うん、コーチが話し始めるといつも部員はそわそわしてしまいましたと。あ、うん、まああれだね、あの絶対的権力を持った社長、創業社長の下についてる、うん、取締役とかそんな感じだよね。うん、ちょっとキロッキロッ。おっしゃる通りですみたいな。全然違うと思いますけども、あなたのこと私はバカだと思ってますけども、おっしゃる通りですみたいな。まあまあ全部が全部そうじゃないかもしれないですけど、うん、でもまあね、監督さんの顔を色伺うのはまあわからなくはないですね。うん、でもそういう場面って。うん、何気にいっぱいあるよね。ありますね。ね。で、生徒にも伝わっちゃうんですよね。伝わっちゃう。そういうのね。で、会社でもそうだしさ、うん。それこそ部活とかでもそうだったりとか、うん、人が集まるとこに必ず、上目遣いにこの人に気を使いながら、でも自分の言いたいことを言おうと思うけども、やっぱりちょっと控えとこうかな、怖いからっていう場面を、下っ端の奴らよく見てるよね。そう。一番冷静に見てるんですよね。冷静に見てる。そうなんですよ。だからよく言うけど、うん、上の人たちは、この、ことを見せたくないと思って包み隠すかのように長めのスカートを履かせるのよ、うん、かぶせるように、うんうんうん、だけど下っ端のやつらはスカートだから下から覗くと丸見えだっていうのと一緒だよね。そうですね、全てが見えちゃってます。全部見えて、こんだけスカート長いんだから分かんないでしょと思うけど、いやいやいや、下のやつらは下から見てんですからつってパンツ丸見えですよっていうとこだよね。そうですね、うんうん、いつまでも下っ端でいいかもしれない。いやだからさ俺思ったのよ、その今日さ、あの雷さんが炭焼きの、はい、来てくださったじゃないですか、ね、はい、で焼き鳥が3本焼かれてましたよ、で俺はつくねを1個だけ食べましたよ、はい、でそっからあの休憩に入って、はい、ニュース中に、だ中根が全力でトイレに行く姿が見えたんですよ、はい、でスタジオ戻ったら焼き鳥が1本なくなっていてあ、この人は焼き鳥1本あの間食べたんだなっていうことと共に、あの3本あったんですよね、焼き鳥がね、はい、で俺つくね1個だけ取ったわけですよ、はい、2本あったわけですね、はい、これを中根が両方ともあ食べますって言ってもらってた時に、はい、下克上ってこういうことかと思ったよね。どういうことですか。普通だったら先輩どうぞとか言っても良さそうじゃん。お、言いましたよ。なのに、あ、これ私いただいていいですかって言われたら先輩はいいよって言うしかないじゃん。 いらないって欲しいって言われたらいやいや俺も欲しいよって言いにくいじゃん、大人だから。私も大人だし。お前の焼き鳥に対する思いは、ええ、大人ではなく、これあれですか、あ、持ってきます、あ、これいただいていいですかって。残しちゃ悪いなと思って。うまかったね。美味しかった。
ちょっと嬉しかったよね。そうなんです。すごい香りが未だに漂っております。あとさ、横山桃亭で今日。お。たこ焼き。ああ、やった。とお菓子の詰め合わせ。ええー、ありがとうございます。あとはね、山形の今日も一人農業。はい。あ、これ普通だった。こっち行こう。本当だ。会議じゃなかった。トレーナー鉄行こう。はい。初メール。うん。高校卒業後、車の免許合宿で出会った教官が印象に残っています、はい、路上教習での出来事ですが、先生は今日はオートマ車だから楽勝だよとまだ運転に不慣れで緊張している私を和ませてくれました、うん、しかし路上教習が始まって15分から20分ぐらい経った頃でしょうか、先生の口数が急に少なくなったんです。ほう。しばらくして信号が赤で止まった時、教官の様子をちらっと見たら、なんと眠たそうにがっつり船を漕いでいました。私は初めての路上で運転どころではない精神状態になりましたが、何度も次はどっちです、ここはどうしますと話しかけ、なんとか教習所まで先生は寝ずに戻ってきました。本当に焦りました。すごいね先生。怖いですね運転。初めての路上教習の生徒のところで横で寝てるって。しかも車に乗ってるのに船を越えてるってどっちやみたいな。まあ、安心されてたんですかね、うん、この子は大丈夫って思ったのかな、かもう慣れっこになっちゃってるかもしれないね。ああ、そうですね。でも確かに、うん、それこそ助手席に乗っててよ、どんなに怖いとはいえ、その免許持ってない人が運転してるわけだから、うん、でもあの日差しを浴びてさ、横にいたら眠くなるよね。眠くなります、ね、なる。いろんな人の車のね横でね、うん、座ってずっと見てるわけですもんね。確かに俺だってさ、昔付き合ってる女の子が助手席に乗っててさ、うん、で長距離だったんだよ、はい、で寝ててもいいよって言ったら、いやだって運転してもらってるから絶対寝ないとか言ってた子が、うん、しばらくしたら無口になったんだよ、うん、で喋んないな寝たかなと思ってパッて見たら、寝ないように寝ないようにと思ってから上向いて白目向いて口開けてカーッてしてて、だったらもう寝てくれた方がいいよっていう顔をしてたの。あーなるよ人って。すごい気持ちわかります。100年の恋も冷めるぐらいの顔。白目向いて顔半分上に上げて口がカーッて開いてて、さっきまですごい可愛かったんで絶対寝ないとか、うん、だって運転してもらってるからって言ってた子が、うん、はい、すごい生ハゲみたいな顔。寝るんだったら可愛い顔で寝てほしい。そうなんだよ。もうじゃあ寝るねって言ってくれたらさ、よしよしとかしてあげるのに、はい、泣く子はいねえかみたいな顔してる。可愛いじゃないですかそれもね。じゃあこれ最後に、はいはい、畑ママさんです。ほう。小学2年生からソロバン塾に通っていたんですが、うん、その先生は音楽大学の先生らしく、みんながソロバンを弾いている横でグランドピアノを奏でていることがしょっちゅうありました。ああ。時にはピアノ教室に通っているという生徒にも弾かせて連打をしたり、うん、聞いたことのない不思議なメロディーでした、うん、不思議とソロバンに集中ができましたと、うん、大人になってからあれはジャズだったのだと知りました、うん、ソロバンで暗算の力を、ピアノでジャズの心地よさを教えていただきましたと、うん、ソロバン教室でピアノもやっているみたいな。なんでその先生をソロバンを教えてるの、ね、なんでですかね。だったらピアノを教えるいいよね。ねえ、うん、なんでだろう。音大の先生だったからピアノもソロバン、うん、でもジャズだったら、うん、いわゆる自由演奏だったりもするから、うん、ソロバンで入っていけそうだよね。おーいやーシャッカ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 入っていけそうだよね。ソロバンをもはや楽器にしてしまうマラカス的な感じで生徒みんなで入っていけそうだよね。先生のピアノに対して常に賑やかイエーって言いながらそれもよはやジャズじゃないイエーってラップみたいになってますね。そうか、そうシャッカシャッカ言ってるよで先生のメロディー、俺たちのハーモニー、そしてこのソロバン、アイロニーみたいなことがすごい即興でラップをされている横山さん、DJ 横山、でもチルドルームラップいりませんみたいな。それ関係ねえよ。関係ないですね。今週は思い出の先生でお待ちしています。
頼もう。ざっくり道場。世の中の気になる言葉の意味や解釈などを大まかにまとめてみようというお便りコーナーです。毎週お題にまつわる解釈を寄せてもらいます。今週のお題はフリー、自由です。何か一つ選んでざっくり紹介してください。はい、ってことで、今あるものをさも新しいもののように言う、すでにあるにもかかわらずまるで自分が見つけたかのように自慢するというのがこのコーナーですけども、はい、今月でそうなんですよ、コーナー終了とね、もう残すとこだから今日合わせて4回になりますね。名残惜しいね。ね、4年間続きましたから、ざっくりやめて次に来るコーナーとか、最初つまんねんじゃねえのかこれみたいな雰囲気になるんだろうね、きっとね。ざっくりも最初そうでしたからね、そうなんだよね、何なんだよこれみたいな雰囲気だったよ。そう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 、まあ、未だもってそうでもあるよく4年間続きましたでは、はい、早速いってみましょう。ラジオネーム赤人ハコリタン。はい、もうすぐね、その新年度が始まります、はい、ってことは新生活のスタートっていう方も多いと思うんですよね、で、その新社会人の方で言うとね、メモ帳とか電卓とか、あとウォークマンとか、辞書とか、もうとにかくもう持ち物が増えて大変じゃないですか。そうですね。なのでもう全部をかまぼこの板ぐらいの大きさの中に一つにギャッてできたらいいのね。それがスマートフォン。あ収まりましたね。入った。板にね。入った。確かに、すべてが。すごいね。あれ、一枚でいいわけですから。確かに、かまぼこの板ぐらいだね。だから、あれにすり身をこう乗せて、蒸したらかまぼこ板としても活躍してくれるってことでしょう。まあ、機能はもうそれ以外できなくてありますけどね。で、あの上に肉とか置いて包丁でこう切ったら、まな板代わりにもこう ちっちゃいけどなるってことで、そうです、ね、何でも使える。万能ですね。万能だよね。すごいな、スマート青地兄さん。ラーメンが好きなんですよね。はい。で、とにかくもうラーメンが好きすぎて、全国各地で食べ回ってるんですけど、ちょっとね、あ、そうか、俺の好きなラーメンって結局ここなんだなっていうその回答が出たんですよ。うん、結局ね、札幌のラーメンが一番うまいんだなと思ったんですよね。ほうほう。で、この札幌の味を全国に発信したいと思うんですよ。これ商品化したら絶対売れると思うんですよ。こんな名前どうですか、札幌一番って。そのまんまじゃん。なんなんだよ、わかりやすすぎんだよそれしか思い浮かばなかった夕暮れの三日月これ俺のネタじゃねえ明日の天気を占うのって、はい、基本的に下駄じゃないですかただその現代の社会問題なんだそうですけども、はい、下駄からねスニーカーに履き物が様変わりしたんで、その明日の天気を占うことが難しくなってるらしいんですよね、うん、なのでこれからその下駄に頼らずに、これまでの天気の傾向と対策を分析して、天気予報が分かる人っていうのをこれ雇えばいいと思うんですよ。これどうですか、それが気象予報士あれレベルどんどんしてたおかしいな。ウスタの棒。2022年ってなんかさ、明るいニュースがないですよね、はい、とにかくね、笑って過ごしたいと思うんですけども、なかなかね、その笑えることがなくて、で、しかもその和芸で人を笑わせるのって本当難しいじゃないですか。そうですね。なので面白いことって意外にその人それぞれだからなと思うんですけど、老若男女、場所も問わず絶対一発で笑わせられるものって、これじゃないかなと思うんですよね。これどうだろう、ぷーっ、それおならあれ落ちたね、ちょっと二軍戦、これ二軍戦そろそろやめて、やめとった方がいいかな。もうさ、趣旨間違ってるやつとかもいるんだよね。マギタケってやつなんだけど、はいはい、俺買い物が好きなんですよね、でもそんなにお金持ってないんですよ、買い物好きなんですけどそんなに使いたくないんですよね、お金を払うのをとりあえず後回しにして買い物だけをしたいんですけど、そういう時どうすればいいですか、そういう時クレジットカードって、いやなんかもう全然違うんだよね趣旨が。こんなずれてる人太田光以来ぐらいの、いやいやいや新しいコーナーへの道なのかもしれない。 そうだねでも今日太田光くんの Wi-Fi、はい、はいはい Wi-Fi、 はいはいが実はフリーにかかってたってことそうなんです、深く。いやー
奥深いね、ざっくり、ね、いやいや、じゃあここにもね師匠がいらっしゃいますから、うん、師範代横山さんからもお題フリーで一つお願いします。うーす、いよいよ、はい、プロ野球が来ますね、うん、で、まあ、広島の春はプロ野球とともに始まりますよ、うん、と言っても過言ではないと思うんですけども、はい、まあ、オープン戦を見せていただいていますし、うん、でいよいよ3月の後半から公式戦が始まるんですけど、俺毎年思うんですけども、あのほらプロ野球のピッチャーって150キロ投げてくるじゃないですか、はい、でもう佐々木朗希なんかで言うとさ160キロ当たり前みたいに投げてくるでしょ、うん、だからみんなさ打ち返すときにもう手が真っ赤になるの、もう超痛いじゃん、もう160キロをさこう腕でうーんってもう腕でうーんってしてスタンドとかいて、もうでももう痛いってすごい痛いってもう痺れちゃう痺れちゃう、あれ木で打ち返せばいいよね、それがバットうん、うん、なんか聞いたことあるような気がする、うん、気のせいかな、昔はね木を切り倒すところが始まった、危ないぞうい、あ作り始めた、ドドーンみたいなところから始まってた最近時短を求められてるから、あそうですね、作る時間がなくなっちゃった、そうだ、ざっくりでも時短を求められてるんで、ね、あとざっくり3回ですので、まだまだ皆さんからメールファックスお待ちしています。ではここで午前様クイズ当選者の発表ですが、その前におさらいをします、はい、今週の会議のテーマは思い出の先生ですが、うん、私が中学の時の女子バスケットボール部の顧問の先生なんですが、はい、生徒指導でちょっと怖い先生だった、でも女子のバスケットボールを指導するのは結構初めてで、最初はなんかちょっとたどたどしいところもあったんですが、うん、はい、そんな先生が私たちに1回だけあのバケツいっぱいのクッキーを差し入れてくださったことがありました。そのあることにキュンとしたんですが、はい、どんなことにキュンとしたんでしょうか、うん、というので正解はそのいただいたクッキー、まあ、手作りだったんですが、はい、当時彼女か、まあ、お姉さんになる前だったんでしょうね、婚約者の方が作ってくださったクッキーだったと、はい、っていうことが後々分かったことにキュンとしたと、ね、はい、いい話だよね。いや今思うとね、うんうん、今の私と年齢が近いので先生、はいはいはい、ということで当選者です、今日午前様様手ぬぐいをラジオネームしいたけペンギンさんにプレゼントいたします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さっきラジオネームだけ言って読めなかった、はい、初メール、はい、山形の今日も一人農業、うん、初メール山形で聞いています。お、山形は今日快晴、うん、で防寒服で今ラフランスの剪定をしていますが暑いです、はい、そしてこの天気なので飼い猫がついてきてハサミにじゃれてもう猫も剪定しそうになってしまいますいつも楽しい番組ありがとうございますということで、ね、そうだね、だんだん暖かくなりますね。こうやって外で作業されてる方も背伸びがしやすいシーズンを迎えたと思いますが、まだまだコロナにも用心して楽しんでいただければと思います。 で、ね、ではまた明日、さようなら。